設楽です。今回ですね、実はコロさんの方からねご提案いただいて、視聴者さん、リスナーさんからねご好評いただいた神動画をまとめた動画になってます。ありがとうございます。これね、自分で神動画って言っちゃってるのはちょっと恥ずかしいんですけど、 YouTube チームのねみんながこれは神動画だったよねっていう独断と偏見ではないのか、視聴者さんからね、はいはい、コメントいただいてるからね、はい、これは素晴らしい動画ですねって言ってもらったものを主にまとめさせていただいております。ぜひねヘビロテして何回も何回も聞いていただけると成長が加速できるんじゃないかな、行動が加速するんじゃないですかね。なのでね、何回も聞いてもらって落とし込んでいただきたい動画になっていますので、ぜひ何週も繰り返し見てね、身につけてみてください。過去の動画をですね全部見るってなるとまあまあ結構大変なので、僕のね動画を初めて見るよっていうような人だったりだとか、最近見出したよっていう方はですね、この動画見てもらえるだけで、僕自身が過去に届けさせてもらった動画で好評いただけた動画が一通り見れるようになってると思いますので、ぜひね最後まで一回ね再生しながらでも作業音声にでもしてもらえるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てやってください。あとですね、概要欄の方に北原貴彦公式 LINE をご案内させてもらってます。よかったらね友達になってやってください。僕自身がこの動画をね喋らさせていただけるような取り組みっていうのを有言実行ベースでずっと毎日やってます。なのでね、ぜひ僕の友達になってやっていただいて、その取り組みを目で見に来てやってください。何か人生が変わるきっかけになると思います。よろしくお願いします。ではでは、神動画スタートです。こんにちは、北田です。今回こちらですね。はい。企業成功の最低条件、イエーイ。イエイ、ありがとうございます。コロさん、ありがとう。はい、ありがとうございます。今回、はい、これから起業する人、もしくは今事業してる人でも大丈夫なんですけども、はい、ここだけは押さえとけよっていう、成功といういろんな定義あると思うんですけど、例えばこう定義してここだけは押さえといてっていう必須条件ですね、はい、言い換えると、はい、まあ、最低限ここは押さえようっていうラインをちょっと教えてもらえればなと思ってまして、はい、これはね語れるんじゃないかな、うん、だって俺一発じゃないもんね、うん、もう13発ぶち上げてるわけだから。そうですね、この最低条件っていう部分ではしっかり提示できるんじゃないかなと、はい、もう調子に乗って最後まで書いちゃったからね。ここについてちょっと今回はじゃあお話をね、はい、していただこうかなと思いますけど、じゃあコロさん早速ですけど、はい、吟じちゃっていいですか。吟じちゃってください。吟じさせてください。か俺だけこれ、ね、僕らはめちゃくちゃ楽しいんですよ。そう、僕らはめちゃ、ね、めっちゃ楽しいんですよ。あのね、これね動画見てくださっているあの視聴者さん、はい、ありがとうね、はい、内輪で楽しんでるように思えるじゃないですか、はい、でもね少しぐらいふざけながらやらないとね、これ10本目なの今日。そうですね、もうね身の持たない、心も持たないって。ちょっとふざけさせてもらわないと、はい、じゃあ早速こちらね、はい、聞かさせていただきます。そもそもなんですけど、最低条件として、はい、食っていけるために、そこですよね、ここなんよ結局、はい、食っていくためにってのがまず大事だよね、はい、そのやりたいことをやりたい、やりたいことで起業したいっていう人って多分まだ一心にかかってないんですよね、うん、本当にごめんなさい、ちょっとねちょっと疲れちゃってるから、ね、ちょっとパワーが、ね、でも10本目とは思えないぐらいのテンションでやってるでしょ。そうです、これはね、もうコロさんのおかげ、本当にまずコロさんありがとう。そしてね、僕よくインスタグラムで動画撮影してる裏側全部見せてるんで、で今実はねこの下にね動画をね、動画をこうやって、ね、こうやって動画ちょっと名前も出ちゃうからね、そうあのこうやってね動画撮影してんよ、はい、インスタグラムでね、このインスタグラム見てくれてる人がさ、さっきから頑張れとあと何本とかねコメントくれるわけよ。インスタグラム見てくれてコメント入れたりしてくれる人がいるとね、視聴者さんがいるとね、こう演者としてのパフォーマンス力が上がるよね。そうですよね、伝えるっていうのが楽しくなりますよね。そう、伝えるのが楽しくなるから、うん、なんとかやってきれてるっていう状態ですね、うん、で、まあちょっと脱線しちゃいますけど、はい、あなたがじゃあやっていけるために、うん、食っていけるためにっていうことで、まず一番最初にやってほしいことが固定費出そう、うん、まずコロさんは今最低生活レベルっていうのはいくらぐらいかかってるんですか。家賃、光熱費、はい、食費、はい、含めてだいたいざっとでも20万ぐらい。お、いいっすね、はい、じゃあ僕の固定費、はい、東京別としてね、はい、長野の固定費に関しては僕の食費、うん、家賃、携帯電話全部入れて多分ね
15万ぐらいですね。だから結構切り詰めれば10万ぐらいですね。はいはいはい、めちゃくちゃ安い。東京入れると、はい、固定費、400 爆発してる。爆発。ここの家賃がさ、はい、そもそも85万さや。そうですよね。代官山のね、はい、会場が320万さや、僕んちが。東京入れた瞬間400万になっちゃう。そうですね。うん、東京金かかん。東京は怖い街やで。ね、だからまず、固定費だと、うん、生活レベル。で、これね、家族がいたりだとか、うん、ね、男性によっても違うし、女性によっても違うし、お母さん、お父さんを介護してるっていう風になったらまた違うと思うし、うん、お子さんがいるってなったらまた違うと思うしね。で、この固定費をちゃんと正確に出して、うん、一体いくら稼げば、その企業は挑戦成功と言えるのかっていう部分を、まず一つ最低ラインをちゃんと出そうっていうことですね。ここまでは分かりやすいですよね。はい、これは問題ないですよね。でもね、これね、出そうって言っても出してる人意外といないんですよ。そうですね。これから生き死にかかる戦いをするのにもかかわらず、生活も含めた損益分岐点を分からんでやる人いるんですよ。だからやろう、まず出そうぜ、マジで。そうするとね、意外と、あ、これだったら失敗しても、うん、アルバイトでもやっていけれるじゃんって人いるんじゃないかな、うん、結構。だからこのね、固定費を出すっていうのが非常に大事、うん、はい、はい、はい、そしてですね、心が鬱になるほどの負荷をかけないっていうですね、うんうん、ちょっとね、ここ途中で毛虫さんがいますけど、そうです、ね、僕間違えた時にくちゃくちゃくちゃって毛虫にしちゃいます。で、これなんで毛虫を書き出したかっていうと、これ僕の姉ちゃんに教わったごまかし方なんです。なるほど、僕の小学校の頃のノート、毛虫だらけになりました。心が鬱になるほどの負荷をかけないってことですね、うんうん、僕ね、この YouTube ね、すんげえメンタルくるんですよ、はい、もうコメント一つ取ってはもう YouTube 頑張って撮るによ、はい、でね、この動画を見てくださってる頭のおかしいあなたね、はい、あなただよ、あなた、コメントくれるじゃん、あなたのコメントは温かい、うん、でもね、本当に頭がおかしいコメントたまに入るでしょ。もうその時、こう携帯見ながら、あーこれリアルにね、僕が撮影来た時本当にもうなんかはぁってなってるんですよ。またこういうコメント入ったわってなるんよ。でもね、落ち込むんだけど鬱になるほどの負荷じゃないの、うんうんうん、だからここ大事かなって。その取り組み、その挑戦があなたの心に負荷がかかる部分はいい、だけど鬱になるほどの負荷はちょっと僕は避けた方がいいかなって思いますね、うんうんうん、そして肉体への負荷、これ、うん、コロさん、これ大丈夫今？肉体への負荷ですか？はい、僕はだってコロさん、立ったまま気絶して2回俺の前で倒れてるからね。大丈夫？はい、ちょっと寝れない日が続いたりすると、はい、あ、やべえなってはなるんですけど、ケアする日はケアしようって。なるほどね。ちなみに心が鬱になるほどの負荷は大丈夫？心が鬱になるほどの負荷は全然ないです、僕。ぶっちゃけ、はい、コロさん、苦手なクライアントさんとかいらっしゃるんですか？苦手なクライアントさんはぶっちゃけ、あ、いらっしゃるんですね、はい、じゃあ実際に苦手レベル10、はい、あの苦手じゃないレベル1だとして、はい、僕リアルに全然怒んないんで、はい、1から10で言うと僕どこっすか？もうこれリアルに言うんですけど1です。本当に？本当に？はい、なんで？僕なんやかんやこうやって、はい、こう翔さん、北原さんとかみんなさんとこう、はい、関わりを持たせていただいてるというのがあるんですけど、はい、僕自身多分めちゃくちゃ気にしいなんですよ。コロさんが、はい、あんなに遅刻するのに気にしてる割に、逆に言ったらこの負荷っていうのが、はい、僕こうあんまりこう負荷かかってならないタイプだとは思うんです、ね、なるほど、はい、北原さんのスタンスというかこのやっぱりタイプが似てるってことなんだ。そうなんです、めっちゃ共感できるんですよ、うん、ちょっと待って、はい、共感できるのになんでフィクサーの電話僕につなげるの？多分、はい、そのコロさんの上司さんの大本さんね、そうですね、大師匠さん、お師匠さんが、はい、多分気にしいとは真逆の方なんですよね。これね、別にね、嫌いなわけでもなく、否定してるわけじゃなく、いじらさせていただいてるっていう感じで見ていただきたいんですけど、多分僕らとは真逆のポジションなんですよ。その方からのご要望を北原さん、なんとかならないですかって、コロさん、僕に伝えてるんですよ。で、過去にあったのが、もうすでにエントリー締め切っていて、入場制限かかってますよってところに、これから行きたいんだけど、なんとかねじ込んでくれっていうのを僕にダイレクトでつなげるんですよ、コロさん経由で。いや無理やって、だって俺主催じゃないもん。僕もね、難しいと思うんですよね。ね、それじゃあ電話してくるときって、
あ、北原さんまたこれ気にするんだろうなって思いながら電話してる感じですか。そうです。一回翔さんに相談したんですよ、その時。もう一回言ってたらいいんちゃう。もうね、翔さんも真逆だから。ピクサーと翔さんは本当に気にしいポイント分かってほしい。心すり減ってるから本当に。はい、まあ、何が言いたいかというとね、心への負荷、肉体への負荷が許容を超えるような取り組みって続けられんよってことですね、うん、まず最低条件これでしょ、うんうんうん、はい、まあ、これは本当に人によって変わるっていうところだと思うので、はいはい、ぜひ視聴者の皆さんも自分がこれをどこまでなのかって一回書き出すっていうのはありですよね。そう、ジャンルによると思うんだよね、うんうん、だから自分に合った肉体への負荷のかけ方、心への負荷のかけ方っていうのを掴んでくると、うん、どのジャンルだったら自分はずっとトルクを高く、エンジン、ガソリン全開でずっと回し続けられるかなってところをちょっとこう知るっていうのも一つですね、うんうんうん、はい、最低条件としてはこのあたりはカバーしてください。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまたその上でですね、はいはい、最低条件切らないようにして起業するってなったら、はい、やっぱり売り上げを上げて、はいはい、売り上げ上げなきゃいけない、やっぱこの固定費以上のお金を稼がないといけないと思うんですけど、はい、それをしようと思った時のいわば必須条件、最低条件っていうのもあったりしますか。はい、あります、あります、はい、じゃあちょっと行かせていただいていいですか。はい、お願いします。はい、このね、1,2,3,4,5,5 かな、はい、順番としてはこれね、企業だけじゃない、店舗だろうが講座だろうがコミュニティだろうが、世の中のビジネス何でもそう、うん、フレームワークっていうのをちゃんと理解しようってことですね、うんうん、まず一つ目、あなたが未来を約束できる商品サービスを作ってください。もうこれもね、口を酸っぱく何回も何回も言ってんよ。あなたが約束できる商品サービスを作ってください、うん、この時ね、注意としては別にすごくなくてもいいんだよってことですね、うん、例えるならね、もう皆さん企業経験って絶対みんなあるんですよ、うん、というのもこれよく僕のセミナーとかでもお話しさせてもらうんですけど、じいちゃんばあちゃんの肩叩きをしてお立ちもらったことないですか。父ちゃん母ちゃんの手伝いをしてお立ちもらったことないですか。コロさん何かないですか。僕めちゃくちゃありますね。何あります。家でお小遣い毎月じゃなくて、はい、これやったらいくらっていう表があったんですよ。出来高制。はい何年生の頃。小学校の時は全部それでした。うわ、すごいビジネス思考おかんにそれを僕から何やったらいくらっていうのを教えてって言って、じゃあ全部書くねって言って書いたやつがずっと使われてた、はい、例えば何とは覚えてるの項目言ってください。あ、もう全然、洗濯物を取り込む、畳む、取り込む、畳む、いくらだったんですか。で、100円とかでした。え、ちょっと待って、高額やない。え、本当ですか。え、それ小学何年生。小学、あ、でも小学 1,2年生とかはそんなんなかった気はするんで、多分3、4年生とかからする。3、4年生で、え、はい、それ1回あたり、それとも1ヶ月取り込んだら100円じゃなくて、はい、1ヶ月です。あ、ですよね、はい、1ヶ月頑張って取り組んだら、はい、取り込む、畳むで1ヶ月やったら200円。そうですね。あ、小学生だったらね、うん、はい、それと企業何が違うのと思って。おーおーおーおお、はい、約束できる商品サービスを作って、これやるけどいくらでいかがですかってお母さんに言って、うん、あ、それだったらいいよっていう料金の交渉をして、うん、やったらもらえる、うん、これと企業何が違う。おお、確かに理屈は一緒なんよ、うんうん、あなたが約束できる商品とかサービスを作って、それを欲しいっていうふうに言ってくれる人に対して知ってもらう、うん、これやってるだけですね。お母さんに知ってもらいましたよね、うん、お母さんだから言いやすかったですよ ね、うん、そうですね。じゃあ家事代行とかどうだろう、うん、コロさん。家事代行はイメージある。イメージありますよね、はい、で家事代行ってサービスありますよね、うん、お友達、あ、それ俺代わりにカレー作っといたろうかって言えません。いや、確かに全然言えます、ね、じゃあそのお友達に、いや、お前のカレーこれもう商品なるんちゃうって、うんうんうん、なったら、お友達にこういうことやって喜んでもらったんですけど、 YouTube の立役者のコロスケがお宅に上がって、お宅の冷蔵庫の中から勝手に選んでカレーを作ろうと思うんですけど、5000円でいかがですかって言ったら、多分ね、面白半分で買ってくれる人いるんじゃない。いそうですね。いますよね、はい、これ企業と何が違いますか。確かに
ですよね、これなんですよ。つまりお家でお手伝いしてお立ちもらってる人ってもうね、これ企業やってんすよね。なるほど。知ってもらったらそれお願いしますって問い合わせてもらうってことですね、お友達にこういうカレーを作って喜んでもらいました。普段コロスケは裏側にいて表に出てくることはないんですけど、このカレーとコロスケのトークセットで5000円でいかがですか。ついでに YouTube のコンサルもやらせてもらったら、僕が作ったカレーを一緒に食べながら YouTube のアドバイスさせていただきませんか。3万円で売れるよ。全然3万なら売れる。いやこれね、5万でも売れると思う。これ面白いですよね、そこからアドバイス取って、あ、もうコロさんここまでアドバイスしてもらってコロさんに代行お願いしますってなると思うよ。だから問い合わせてもらう、で説明する、説明のフェーズも行っちゃった、説明しましたね今。そうですね。でそしたらあと提供するだけじゃん。これだけ、これ全ての商品でこれやるだけ。これそうですね、あとちょっとどっちになってるか分かんないですけど、営業の1回動画を撮らせてもらった、撮らせてもらいましたね。営業しなくても売り上げ上がる方法っていうのを説明してもらったんですけど、今回この流れを見ても、営業というか、そう、押し売りしてない、押し売りしてないんですよね。そう、説明聞いてくださいよ、買ってくださいよなんて言ってないから、これは全部に共通して面白い、全てのジャンル、全ての商品サービスに共通してることだから、ぜひこのフレームワークをね使って挑戦してほしいなって思います、結構やっぱりここで一番大事だなと思うのは、すごくなくていいけど約束できる商品サービス作りっていうところはやっぱり必要であって、もうそこができたらここってあと流れだけ。そう、なんかね、すごくなきゃいけないとか、なんかキラキラ輝いてなきゃいけないとかって思っちゃう人いるんですよ。でもお客さんは別にすごい人探してるわけじゃないの、あなたの悩みを解決してくれる人を探してるわけだから、すごくなくていいんですよ。悩みが解決できればそれでいいから、そこをずれちゃあかんよっていうことですね。これはかなり分かりやすく、分かりやすいよね、最低条件、めちゃめちゃシンプルだもん。クリアしていく流れが分かったんじゃないかなね。本当に頭がおかしくてもできる。だからつまり動画を見てくれているあなたはできる、はい、そうですね。ありがとうございます、はい、今回企業に、必要な、最低条件というところでお話しいただいたんですけども、実際に自分の生活費を稼ごうねとかっていう最低条件からお話してもらったんですが、これ通りによれば最低限稼げるというか、めちゃめちゃ先のある稼ぎ方ができるんじゃないかな。本当にまずこれ、これを一回やってみて、でダメでもやってみて、とりあえずやってみて、で一人で行動できんかったら俺のとこ来て、俺のビジネス企業コミュニティのとこ来てみてくださいよ、こういうのも当たり前のように毎日のようにやってるんで、でどんなに不器用な人にも3年本気でやれば、ゼロからでも月収100万、つまり年収1000万はいけるから、だって3年間本気で行ってない人知らんもん、やってなかったら行ってないと、やってる人で大体行く。で僕のコミュニティで、早い人は3ヶ月ゼロから100万行ってる。もう本気でっていうのは結構重要かもしれないんですけど、もう本当に本気、もうさっきお話ししたこれだよ、約束できる商品サービスを作って、知ってもらって、問い合わせもらって、説明して提供する、もうこの流れ、全然変わるから人生、はい。早速、SNS 副業で最短最速で稼ぐ方法、いっちゃいます、お願いします。はい、まずこれですね、なぜ SNS を使うのかですよ、これね、今セミナーやるとですね、意外とアカウント作ってない人いるんですよね。あー、まだ持ってない、まだ持ってないんですよ、これね、絶対持って、もうね、SNS やらんってマジでそれだけで損してるんで、じゃあ何を損してるのかっていうと、結局ね、SNS をなぜ使うのか、これ早いんですよ、やっぱり、早い、そして無料、これかなと、一番は、これね、絶対やった方がいい、お金かかんないわけですからね、やり始めるのも、これ早ければ早いほどいい、早ければ早いほどいい、やっぱアカウントなかったら、とりあえず作ってみよう、リサーチとか SNS 設計とかいろいろあるんですけど、1回目の SNS アカウントでうまくいかせようと思わなくていいですね、いろいろやってみましょうと。コロさんってちなみにツイッターやってますよね。ツイッターやってます。インスタは、インスタはアカウントあって見回ってはいるんです、はい、なるほどですね。いろいろ結構ね YouTube やってるので、いろんなツイッターとかインスタグラムのアカウントとかって見たりしないですか。分析っていうの見ますね。見ますよね。
これやっぱり一発で仕留めるんじゃなくて、いくつも見る、いくつも作る、触ってみるっていうのはやっぱ僕大事だと思うんですよね、これね、さっさとやっちゃった方がいいですね。早ければ早いほどいいと思います、はい。かつ今の SNS で有料のものはまあないんですけども、はい、基本無料でできるんやったらもう、はい、やるしかないやろっていう、いや本当にそうなんですよ、やるしかないやろっていうことで、しかも1アカウントっていうよりももう Twitter も作ってほしいし、 Instagram も作ってほしいし、なんなら Facebook もね、ちょっとこう Facebook っておじさんしかいないとかってね、いろんなこと言ってる人いらっしゃいますけど、うん、とりあえず作ってほしい、うん、で Twitter、Instagram、Facebook って同じ投稿で使い回しで運用できるので、これね、やっぱとりあえずやってほしいんですよね、うん、ごちゃごちゃ言わずにとりあえずやってもらいたいっていうのが、まあ、SNS もう持ってて当然、作って当然ですね、うんうん、まあ、これ今のお話だったら、まあ、早ければ早いほどいいよっていう感じだったんですけど、はい、北原さんの場合どのタイミングで SNS 作ったの？あ、これね、アフィリエイトやってる時に、はい、ブログにアクセスを流すとか、はい、目的としたものに対してのアクセスを流す、つまり集客が必要になったタイミングっすよね。結局 SNS 何に使えるのって、もうこれっすよね、集客に使えるわけですよ、うんうん、集客、ここ重要ポイント、集客に使うんですよ、うん、ニッチのためにやるんじゃないですよ、集客のためにやってください、うんうん、お客様を一人でも多く SNS から送客するんだ、そのプロダクトに対して送客していくんだっていうような目線で運用するんですよね、うんうん、はい、でその集客のために使うよっていう視点で重要ポイントが、もう速攻でマネタイズをさっさとするっていうことですね、うん、マネタイズをすぐにする、少額でもいいからキャッシュを SNS からさっさと受け取ってみるっていう部分を一回経験してほしいですね、うんうんうん、SNS からのアクセスでお客さんが商品を買ってくれた、もう店舗やってる人だったら SNS から集客できたっていうことをさっさと経験してほしいんです。これを早い段階からやらないと何が起きるのかっていうと、ようわからん投稿でフォロワーを増やそうとするんですよ、うんうんうん、例えば今もし送客とかキャッシュとか一切意識しないでフォロワーを集めようとしたら、今だったらどうですかね NFT とか、うんうん、最近もありましたけど、うん、お笑いのね芸能人さんがちょっとこうね、うん、あのいろいろね暴行があったりとかね、まあ、ちょっと子供なんて言っていいか分かんないですけど、うん、そういうことがあったじゃないですか。だから結局そういうことでエンゲージメント、反応を取ろうとしちゃうんですけど、もし僕が髪の毛を美しくするっていうようなアカウントを作ってて美容室に集客しようと思ったら、そっちの反応があるからとか、みんなが今話題でホットだからとか、うんうん、そっちに振ったところで、そこから髪の毛ってやっぱ遠いんですよね。で僕は企業系アカウントでやってるわけですよ。だから企業系に近いような投稿をしていかなきゃいけないんですよね。じゃあどの投稿がマネタイズになるのか、どの投稿がキャッシュを生むのかっていうような投稿に対して色が分かってないと、そもそも何を毎日投稿したらいいのか分かんないんですよ、インスタもツイッターもフェイスブックも。だから早めにアカウント作ってコンセプトある程度決めて、投稿の角度も決めて、この投稿の周りにはやっぱ見込み客がたくさんいるよなっていうような投稿ジャンル選定をしていかなきゃいけないってことですね。これ当たり前のようにやってください。そのためにはマネタイズを一回経験する、キャッシュを作ってみるってことをまっすぐにやってください、うんうん、はい。これができないと結局、はい、SNS やってる労力、収入が生きてもおっしゃる通り、何をやったらいいのか分かんなくなる。これね、 YouTube に関してもそうなんですよ。だからね、この僕の YouTube ね見てくださってる頭のおかしい方々はですね、僕も頭のおかしい方々って最近よく言ってますけど、これもう非常にね、何か新しいことをやるとか挑戦をするとか、何かこう世の中にメッセージを残していく人たちって、僕は頭がおかしい方々だと基本思ってるんです。なのでね、もう同類よと、同類よという意味で、やっぱ頭のおかしい方々は YouTube 見ていただいてるので、その YouTube でもね見ていただきたいんですけど、僕絶対今のところですよ、今のところはエンタメ系に振ってないんですよ、うんうん、もうガチでね、このねビジネスっていう部分で向き合ってるわけです。これなぜ向き合うのか、僕がエンタメ向かったところで僕のマネタイズポイント、キャッシュがね動かないんですよ。つまりキャッシュポイントが動かないイコール続けられないんですよね。結局僕がエンタメやって、例えばですよ、広いお家でこんな遊びをやってみましたとか、室内フリスビーです、まあ室内フリスビーが面白いかどうか置いといたとしてですよ、かくれんぼやりましたっつって、それ見てわあ面白いっていう人、僕の企業系コンテンツ手にしようと思いますか、いないんですよね。だからあなたのキャッシュポイント、マネタイズポイントをしっかり明確に決めて、そこに沿った投稿を重ねていくっていうのが大事ですね。言えばこう SNS でどんだけこう、はい、広がったとしても、はい、自分が最後ターゲットにしてる、はい、マネタイズができる人が来ないと意味ないと思うんですね。そうだから SNS フォロワーを1000人、2000人、3000人、1万人って重ねていっても、
そこから自分がもともと持っていこうと思ってたコンテンツが売れるかどうかって正直分かんないんですよ、うんうんうん、だから1万2万ってね増やす前の段階で売れるかどうかを確かめておく。もうフォロワーさんが100人だろうが200人だろうが売れる時って売れるんですよね、うんうん、なのでさっさとマネタイズをしてしまうっていうのがポイントですね。分かりました、はい、今回この SNS っていうのと、はい、あと副業っていうのを掛け合わせたんですけど、はい、今言っていただいたことは自分がそのやっていく副業に合わせたアカウントを作る、はい、そうです。もう基本の木ですけど、うん、もうねそんな来たら当たり前だと。そんな基本の木をわざわざ YouTube で語るなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、この基本の木ができてなくて苦戦してませんっていうことなんですよ。だから僕 Twitter がもうじき7万人かな、でインスタグラムが3万人にもうじきになります、で YouTube が4万人にもうじきになりますよね、うん、YouTube も4万人になりますよね。でこれで TikTok 始めたんですけど、多分ね起業家界隈の方、うんうん、で全部のアカウントが1万人超えてる人ってあんまりいらっしゃらないんですよね。でも僕はコンスタントに全部のアカウントを1万人まで伸ばしちゃうわけですよね。だから一つ一つのアカウントを確実に1万人までは当たり前のようにマネタイズしながら伸ばすってことができるようになるとね、うん、得意不得意のアカウントっていうのを作らんで全部伸ばそうと思えば伸ばせるっていうような状態までやっぱやり込んでいただきたいなと、うんうん、でそのやり込むためにも初動でマネタイズをさっさとやってキャッシュポイントを作るってことをやると、投稿すれば投稿するほどキャッシュが生まれてくるので、やる意味継続するっていうことが出てくるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、田田さんもちろん YouTube は、はい、僕もそうですけど、はい、撮影しながらやらせてもらったりとか、はい、Twitter もう結構な頻度で、はい、北原さんがこう思ってる資産であったりとか、はい、投稿されていて、インスタグラムの画像付きで北原さんの考えっていうのが投稿されてると思うんですけど、はい、基本これ全部こう一人でやってるわけじゃなくて、はい、全部代行してたり、そうですね、これ代行業者が入ってますね、うん、その代行業者さんすらもうちで立ち上げてる協業会社だったりするんですけど、うんうん、ただ投稿の内容っていうのは僕の言葉なんですよ、うんうん、基本的に僕がコミュニティに発信していることをチームのメンバーさんが見てくれて、うんうん、それを各 SNS に切り張りして投稿させていただいてる感じですね、うんうん、なるほどですね。じゃあそこはぶらさないようにだけちゃんとやった上で、 そこも全部自分が手が回すっていうのはちょっと、はい、いや難しいですよね、うんうん、だから自分のコンテンツ源泉を提供して、そこに対して各 SNS に投稿する形に整えてもらってから、北原さんの言ってることこれで間違いないですかってチェックの確認来て OK って出したものを投稿してもらってますね、うんうん、そこも全部代行してマネタイズを図ってぐる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 回してるってことですね。これね見ていただいて、なんだ北原自分で SNS 投稿してないじゃんって思うかもしれないんですけど、結局言ってるのは僕なんですよ。っていうのもそのコンテンツ僕一回書いてるんですよね。書いてそのコアなコンテンツをうちのオンラインサロンのメンバーさんに全部見ていただいて、それ僕がダイレクトに書いてるものですよ。で見てもらって、そのコンテンツを各 SNS に合った形で切り貼りしてもらってる、コピーペーストしてもらってるっていうようなイメージですね、うん、まあ、それが最終このちゃんと自分が狙っていきたい人たちもあります。はい、そうなんです、はい、なんかもう全体がすごい分かりやすく、はい、ただこの途中言ってもらってたみたいに基本の木ができてなくて結局マネタイズにできてないっていう人が多いってことなんですね、はい、SNS 副業でもし反応が良かったらね、じゃあどうやってマネタイズのポイントを引くのか、チェックしなきゃいけないのはどこなのかっていうところもね、おいおい、あの反応が良かったらちょっとお話ししようかなと思うんで、うん、よかったらコメント欄に良かったとか続き聞きたいとかって打っといてもらえれば、うん、動画として上げさせてもらおうかなと思いますんで、うん、よかったら、コメントください、うん、はい、はい、ありがとうございます。動画からいきましょうか、はい、はい、成功法則なんですけども、まあ、いわばマインドであったりフレームワークっていうところもお話し最初してもらったんですが、一番最初フレームワークの部分で、例えばこう商品を作る段階であったりだとか、市場に何か参入していく時に初心者がずれがちなところってあったりしますか？これはもう僕と翔さんの満場一致だと思うんですけど、うん、価値提供がずれてるケース、そもそもそこじゃないっていうものを勝手に世の中にこれが求められてるって、あなたの独断と偏見のすんごいものを作ろうとしちゃうんですよ。よくわからんものを、あなたにも合ってないし市場にも合ってないし、誰が買うねんそれっていうものを本気で追っちゃうケース、はいはい、まあ、よう言われますからね、そういうゼロイチを教えてる先生の方々が
絞りなさいと。絞った結果わけのわからんところに行くという。だからニーズとターゲットが完全にずれちゃってるパターン。なるほどですね。いわばこれをずらさないように形作っていってもらう、商品を作ってもらう必要があるかなと思うんですけど、お二人が見たケースでこういうズレをこういうふうに修正したとかっていうケースでもいいですし、逆にこれめちゃめちゃドンピシャな商品作ってる人いるねとか、この人こういうコンテンツ持ってんねやったらこうやってやってったらいいのにとかっていうことを最近アドバイスしたとかってありますか？あります。一件はありますね。一件が別のね動画でもお話ししましたけど、ちょっとキックボクシングに通っていてみたいな、でキックが得意っておっしゃってる方が、このキックでビジネスできないかっていうケースが、いやそもそもキック興味ある人どれくらいいるかな、その人がタイトルホルダーだったら全然違うんですよ。でも素人かプロかの違いって、こういう大会に出てるとかそれで食ってるとかタイトル持ってるとかってなってると思うんですけど、それが持ってなかったら一般的には素人なんですよね。だからタイトルホルダーでもないあなたがキックを掲げてるよりももっと何かがあるはずということで、お話を聞いてたら、消防士の試験を13回落ちて14回目で受かりましたっていう、その人生の今までやってたことを聞いたわけですよ。いやそれだからって、誰しもがその13回落ちて14回目は何が起きたのとか、なんで13回も敗れたけど14回目もやろうって思えたのか、そもそもそのメンタルはどこなのって。だから僕その人は優秀なメンタルトレーナーになると思う。公務員試験って年一ちゃうよね。年にね2、3回受けられるんですよ多分。それでもじゃあ13回落ちたってことは3、4年ぐらい挑戦期間がね多分決まってるんですよ確かね。最後の最後で受かれたって言ってました。すげえな。だからそれを最後までやり続けるってすごくないですか？いやすげえ。でも世の中的にはキックじゃなくて、そのメンタルだよって言って、ね、メンタルを掲げた瞬間すぐにお客さんが集まってっていう状態になりましたね。なるほど。また翔さんで。いや俺なんかそれこそこの前のあったそのスニーカーの子や、物販をずっと14歳からやってる子やって、すごいですね。14歳ですごいよな。その子は何の物販？いやその子はだからずっと物販をずっとやってて、そういうスニーカーとかレアスニーカーの抽選のスニーカーのアプリのアルゴリズムを独自で解析して、もう 99% 当たるって。誰の携帯で設定してももう当たるから、だから携帯さえ増やせばもうスニーカーが一生当たるみたいな、レアスニーカーっていうのを転売してお金作ってる子がいて、なんか俺のセミナーかなんかに来てて、でなんか翔さんに聞いたやり方で売ってみたらめっちゃ売れましたみたいな、口座がって言ったけど、めっちゃ安かったんですよ口座ね。もっと上げていいよみたいな、上げてこいつら囲ってこいつらに買わせまくって売りまくって。翔さん翔さん、まずこいつらって受講生さんたち、受講生さんでもね。だから今多分月100ぐらいやねんけど、この前ちょっとアドバイスした時に、でもそれまでは物販で月50とかが安定的に出てるみたいな感じだったけど、もうちょいっていうか余裕でいけるでしょみたいな。言うとってそれやってたら仕組み化したったら月1000万ぐらいいけんじゃん。余裕できる、できる。でまあ一応そのスニーカーズのアプリもアルゴリズムがコロコロ変わるから、はいはい、それは対応可能なんて聞いたら、まあ3ヶ月もあればどうにかなりますね。だからあれですよね、セントラルキッチンじゃないけど分析して そこに対して成果報酬じゃないけど、そういうような組織化してってっていう、だから本当に本部と MC の人たちみたいな感じの構成で全然積み上がるんじゃないか。いけちゃう。年に1億ぐらいだったら余裕っすね。余裕でいける、じゃあ今ちょっと言ってみていただいたみたいに、市場と自分が作っていけるものとかっていうところをこうすり合わせて、本当にこう稼げるというか販売できるものをこう見つけるっていうところとか、今お二人が言ってもらった内容っていうのを、なんかお二人どうやってこう身につけてったのか。あとね、俺はねもう不器用だったから3年間手探りでやってった、結果としてやり方っていうのはもう分かってる、だからそれは後で語るけど、翔さんはどうやって身につけてった。俺はねもうセミナーに参加をした時の先生の話ももちろん聞くんですけど、どっちかっていうとその参加してる人たちの話をめっちゃ聞いてた。それこそ成功法則とか自己啓発を語る先生とかやったら、はい、もう僕の中ではもうそういう話があるじゃないですか、はい、でもこれに響いてきてるやつらっていうのはどういうやつらなんやろ。めっちゃ気になるよ。だってこの話にね、響く人って何してる人なんやろみたいな。だから周りの人と喋った時に何されてる人ですかみたいな、こういろいろバーって聞いた時に、あ、じゃあこういう属性の人たちはこういう話をすれば集まるんだなとか、そういう見方なんだ、そうだからセミナー一緒に受けてんねんけど、受講生がやったらいろいろ喋ってくれるから、はい、すっげー楽なの。それは翔さんはそこに行くときって、何かに響いたから行ってるっていうよりも、最初のセミナーとかって最初はだから僕初めて自己啓発する、だから響いちゃった、響いちゃった、やつら側だった、やつら側。途中からじゃあ冷めてくるんだね、やっぱりなんか冷めてきて、いやそんなことよりもってなってきたときに、結局でもここに依存してる人たちってどういう人やっけ、はい、っていうのをちょっとこう俯瞰して見始めてから、
まあ、変わったって感じ、はい、いやこれね本当に別に自己啓をバカにしてるわけでもなくて、自己啓が必要なフェーズと、うん、自己啓から脱却して事業構築をしなきゃいけないフェーズってあると思うんですよ、うんうん、で僕も自己啓一時学んでたんですよ。毎日こういう言葉を使ってった方がいいよねとかっていうところからやってたんですけど、あんまり現実変わんなかったんですよ。いや変わらんでしょうね。あの周りの人の接し方が変わったんですけど、収入っていう意味ではあんま変わんなかったんですよ ね、まあ、だね。だから自己啓を別にバカにしてるんじゃなくて、接し方を変えたかったら自己啓からやるべきだと思うし、うん、なんならね自分が一歩を踏み出すために一時自己啓入るのはいいんですけど、その収入をダイレクトに事業を人生を自分で価値を取れるようになりたいってなったら、自己啓じゃなくてやっぱ事業構築の方に振っていく必要があるなとは思ってます、うん、今翔さんの話を聞いて、僕もその今やってることって結局ゼロイチペースでやってることを確かめるって時、自分っていうよりもその生徒さんが何をしてほしいかっていう部分で言うときに、同じようなあなたが参入できそうなジャンルの講師をやってる人の話を聞けと、まず、うんうんうん、であれこの話別に俺も喋れるぞっていうところはマネタイズももうできてるわけだし、うんうん、あなたも語れるようになってるからそこを目指しなさいっていうような考え方なんですよ。だから自分の中からオリジナリティあふれるものを生み出すんじゃなく、他の人がやってて成功しているモデルであなたがその先生にとって変わってなれるポジションってあるのかなって探した方が早いんですよ、うんうんうん、ずれなく。この世の中に完全完璧な商品が存在せんよ、うん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 、だから結局その売れてるもので市場があってニーズがあって、じゃあそれをちょっとこう変えれば、この商品の不満点ってどこやろうっていうのを補える商品ができれば、うんうん、そもそも売れるわけやねんから。だからさっき言ったそのズレって聞く何っつったら、そのニーズもない市場もないターゲットも来らへん、そんな状態のなんかわけのわからない商品作っちゃうから売れへんだけで、うんうん、まあ言えばそこのズレ自体は北原さんの場合も翔さんの場合もこう自分でいろいろ検証してみたりだとか行ってみたりして上がってきたっていうのもあるとは思うんですけど、どっちかって言ったらもうすでにそれを知ってる人に教えてもらって、それを素直に受け入れた方が早いですよね。いやそれはもうダイレクトに早いね、うんうん、今のところはちょっとぜひ皆さんリピートして。いや紙とこかだと思いますよ。そうですね、やっぱね初心者でしょ。初心者でやっぱこの成功法則っていうと、やっぱね自己啓発的な色ではないねんけど、その自分の感情のコントロールは絶対勉強してると思う。あこれはねやっぱね結構やっぱ企業家とか見てても、うん、その感情がコントロールできない人結構多いから、うんうん、翔さん僕ね感情のコントロール苦手、どうしたらいい？いやでもねいろいろ変え方はあんねんけど、やっぱ僕の中でもスイッチなんですよね基本的に。もうこのスイッチをいかに作っていいかなんですけど、めっちゃ簡単に言ったらそのネガティブな要素とか出るじゃないですか、うん、感情としてはもうないわけじゃないから、はい、このネガティブ期間を長くするのか短くするのか、このコントロールできちゃうわけだから、だから嫌なことあるやろうし普通にね生活してると、はいはいはい、結局こう切り替えるスイッチじゃないけど、だ僕の中でもこれと喋ることなんですね。なるほどな。その喋ることっていうのは感情グワーってなったことを誰かに聞いてもらうっていう喋り、いやどっちかというとこのインスタライブでもいいし、撮影でもいいし、ビジネスを進めていくってことね。そうっていうこの喋るっていうことをやると基本的にスイッチがバーンと変わるから、ちょっとこれ多分僕だけじゃないと思うんですけど、うん、そういう感情のコントロールもあるじゃないですか、うん、そういう感情の悩みもあるじゃないですか、うん、そのプライベートでどうたらこうたらって、うん、女の子の前でそわそわしちゃう感情のコントロールってのをどうやってコントロールすればいいんですか？いやもうちょっと無理やりにでも強引に行きましょう。なんでそれは調子は。でもね女の子のやつはねなんかねマインドセットで言ったらちょっとおもろい話があって、うん、なんかのメルマガで見てんけど、北風と太陽ってわかります？あーわかる、お願いします。北風と太陽と女性は似てると、はい、女性の接し方ちょっと言ってみましょうか。紙動画だからね。そう女性の接し方似てると。だから、うん、自然にねこう持っていかないとダメなわけですよ。あいやいやなので、まあ、僕はねもうダイレクトに言っちゃうタイプなんですけど、北風タイプってこと？いや北風っていうかね、テストクローズを繰り返します。テストクローズどういうことやるんですか？だからもう基本的にまず抱きますよって伝える。え、うん、ちょっと待って、それは初対面？初対面である程度仲良くなって、なんかお前ええな可愛いなみたいな話になって、それは言うの？言う言う。言語で？言語で。めっちゃ可愛いなと、うん、大輝みたいな感じで聞いた時のまず反応を見てテストクローズする。ああなるほどね。そう、それで何割何割でどういう反応なんですか？いやだいたいなんかこういやいやいやとほぼならんのよね。でももういけそうやなっていう時にそのポンって一言言うから、うん、何言ってんすかーとなったら、うん、終わったなっていういい意味でね、クロージング終わったなって。ああもういい方ってことか。え、それいいんだ。だいたいいける。ああ勉強になるな感動画だな今日。何喋ってんのこれ。え、そんなにポップにどうとか、うん、可愛いなって言っていいんすか？え、そんなん言わんのですよ。だって可愛いもん可愛いでしょ。猫見て可愛いと思います？猫はね思うでしょ、うん、それと一緒。可愛いもん見たら可愛い。なるほど。でいいわけ。
ちょっとマインドセットができてなかったわ。だから直接的に伝えた方が絶対可愛いでって。俺それは絶対言ったこと。いや俺さ、そのさ、これね、うちのマネージャーともちょっと やり取りちょっとこの前話して、うん、例えばこう何か食事をしてたりとか飲み物飲んでる時に、うん、わこれめっちゃ美味しい、ちょっと食べてとか飲んでとか、うん、俺が飲んでるものを、それ美味しそう、ちょっと一口ちょうだいあ、ね、言われた時にええんって思っちゃうんですよ。俺は汚い生き物ではないって思ってなんでやねん。で、これ食べてみて美味しいよって言われた時に、例えばドリンク、グラス、それはね、それは僕もあえて外しますよ。外した方がいいんだ、ちゃんと。もちろんもちろん。自然と、それともあからさまにちゃんと外してますよじゃなくて、自然と。だからこれ言うたらね、この赤のとこがね、はい、女性が、女性がこう飲んでます、まあ、女性もこうは渡してこないと思うけど、さすがにね、このこっち側に向けて、はいはい、とこう来たら、まあ、一応このままここ女性やってるでしょ、はい、僕もしその女性が好きやったらあえてちょっとこうして飲む。なるほど。こうじゃなくて、なるほど、近づくから、はい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 、っていうのはなるほど、ね、あえてやったりするけど、はい、普通にビジネスとかでもそのままここあままこう飲んで置いて入って渡す。だからね、はい、それがね、なんかだからうちの北原家って、うんうん、家族間でも菜箸を使ったりとか、シェア禁止、シェア禁止っていうか直箸禁止、そこを結構繊細にうちの親父がやるんですよ。だから俺もやるんですよ。例えばですよ、うん、じゃあ俺が頼んだお魚を翔さんに食べてもらいたいなと思ったら、絶対一口目で荒らす前の様子を一口目翔さん好きなとこ食べてって言って綺麗な状態を渡してもらうんですよ。俺が食ったものは渡さんですよ。でもそれってだって気に使われてるやん、女子側、もし女子やとしたらね。大事だもん。違うよ、だってそのね、感情をシェアしたいんですよ、女子を。だから食べる前に渡したらそれは気使ってる。なるほどね。だから食べて美味しい、これちょっと食べてみ、まあ感情のシェア。これ感動はだね、今日は思ってたのと違うけど。でも段階的には女の子がなんかそうやってこう自分が食べた後でもいいから楽に渡してくれる、この信頼関係がいいって思う感じの子もいますもんね。ちょっと女の子来たんで聞いてもいいんですか。いやちょっとゆりにこちゃん、ちょっとドキついとこで呼ばれるやん。じゃあゆりにこです。ゆりにこちゃん、あのうちのメンバーでパフェ食った時とかもそうなんだけど、やるじゃんね、なんか、はい、それ一口ちょうだいとか、はいはい、あれはゆりにこ先生はどう見られてるんですか。はい、私は嬉しいです。嬉しいんだ。ほら、翔さんのおっしゃった通りの感情もそうやね、はい、ほら、よく理解してくださってるな。じゃあ俺の話聞いてキモコのとこ持ってくれてる。シェアをしたいなと。いや、シェアしたいよ、はい、でも俺食っちゃったんだよ、はい、ええよ。あ、大丈夫です、俺は気持ちわかります。わかるわかるわかる。それでありがとうございます。ちょっと登場していただきありがとうございます。今の話でもぶっちゃけビジネスに通じる。いや、マジでそうだと思う。だから掘ったわけよ。なるほど。じゃあなぜかっていうと、その俺も女性をクロージングするときは当たり前やけど、そんないきなりね、もうなんかホテルこうやって取り込むわけは絶対せえへんわけ、はいはいはい、でもこれビジネスで言ったら、はい、いきなりコンバージョンさせないでしょっていう段階踏んでテストプロードしていって、先生、ね、はい、さっき言ったその一口パフェシェアとかね、はい、とかもこれも結局言ったら間接キスになるわけや、はいはい、でもこれがまず OK って言ってくれてることは、はい、嫌悪感は入れてないわけよ、うんうんうん、なるほどね。だからビジネスで言ったら、じゃあぶっちゃけこれがじゃあ LINE の登録なのかメルマガの登録なのか、うんうん、っていうこの分かるかな、こういう段階を追っていくっていう、これが人の感情がリアルで分かると、はい、これは一体単に変わるわけだから。あーでもね、俺やってるわビジネスでは、ちゃんとちょいちょいクロージングをポンプに断りやすいものを連続して入れてるわ。そういえばじゃあそれどういう場で勉強していけばいいんですか。僕結構やっぱ見てたのは、はい、セミナー中にその人の感情が変わっていく瞬間。なるほど。これ受講生側でも、はいはい、受講生側でも、あ、今この瞬間多分変わってんなっていう時にめっちゃ見る、うん、感情が変わるとどういう反応が出てくるの。その例えば、はい、その大体みんな初めてこう聞いてるじゃないですか、うんうんうん、こんなんで聞いてて、はい、でなんかその徐々にこうなっていくわけなんですよね、はい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 、こうなっていきながら、はい、で徐々にこうなって、うんうん、で徐々にこう行動がでかくなっていくんですよ、うん、なるほど。前のめりに変わっていく瞬間とかを見ててあ、やっぱこういう話って響くんやとか、あ、やっぱこう言われると人はこうなんだやみたいなのはめっちゃ考えてたんですね、受講生側でも、ね、それはフロントのセミナー、フロント絶対フロントでいいと思う。でそうすると一番翔さんの中で制約率マックスで最適化できる人数って受講生何人の時に20人。そんな少なくするんだ。本気でやるんだったら20人で、20人だ。制約率だけ追うんだったら20なんだ。20。俺が一番打った制約率でいうと、バックエンドの、はい、60万ぐらいのコンテンツで、うん、制約率 120%。
20%増えたすか。そう、3つの商品をもうその場でバババーンって言って20人参加で売れた本数27本。20%超えてる。超えてます。キャッシュどれぐらいになったんですか。それで1200万。うわすごい。20人でっていうなんかちょっとバケモンみたいなってやることもできるけど、でまあそれはズームじゃ絶対圧倒的にやる、教育できないですね。なるほどね、うん、でそれと女性は一緒だと。一緒一緒。だからホストも一緒なんですよね。財布の紐をいかにこう緩ませるか。だから初めて使ってもらうこの数百円がめちゃくちゃ出ない。タバコを買ってもらうとか、ちっちゃい金額をいかに早く使わせるか。で徐々に徐々に購買に対しての姿勢を前向きにして。そう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 。だからセミナーの設計を僕は初めのところにプレゼントセミナーがあって、無料でもいいから申し込みをさせるっていうステップがあって、で安い金額のプレゼントが出てきて、で会員制が出てきて、なるほど。で有料のものが出てきてみたいな、はい、このコストでやる流れをずらセミナーで細かく切ってるだけなんですよ、安い金額のプレゼントってどれぐらいの価格で、2000円とで、どれぐらいのものをやるんですか、何をやるんですか、1対1の勉強会とか、ね、1対1、張さんと1対1、うん、スタッフ、ああなるほどね、それ何分取ってあげる、2時間、張さんのところで学んだスタッフさんと2時間取るんですか、うん、やけどこれ2時間コンサルティング営業なんです、だからもう、ね、結局全部に流れてくれるやつどっかしら落ちるぐらい、はい、みたいな、でもそれやっぱバックエンドの商品で、うん、ある程度の単価取るやつや置いとかないと、置いとかない、なるほどね、いや勉強になる。だからね、こういうフレームワークをちゃんと入れとくんですよ。僕それ事業構築でやるんですよ、うんうんうん、僕は喋りがあんまり得意じゃないし、女性もそんな得意じゃないんで構築ペースでやっちゃうんですよね、うんうん、ルール化みたいな形でやっちゃうんで、まあ、それどっちがいいとかじゃないんですけど、初心者さんがまず自分のコンテンツ、何があるのかなっていう部分での見つけ方っていう部分では、いろんな講師の先生に会いに行く、見に行く、どんな風にやってるのか、それを聞いてる人たちはどういう表情をしているのか、どういう人たちが買ってるのかっていうのを触れに行くっていうのがまず一つ商品の話だよね、うん、で僕はすでにそのあなたが自分自身がいきなりよくわかんねえような商品をなんかこう独創的に作るんじゃなく、そのジャンルでの先生を見ていった時に、その先生が語ってることを聞いてもらいたいんですよね、で語ってることがあなたでも語れるってなったら、その商品ってあなたでも作れるんですよね、うん、だからそこの先生が作っている商品が補えてないところをちゃんと補足した商品にしてしまえば、別に差別化はできるし売れるっていう状態、あとはそこにお客さんが来たくなるような SNS 更新だったりだとか、セミナー受付をしてみたりとか、そういうところから始めていくっていう部分かな、うんうん、あとはそのいきなりド直球に買いませんかじゃなく、細かくテストクロージングを挟んでいく、小さく小さく買ってってもらったりだとか、うん、小さく小さく気になりませんかっていう部分を目の前に着席してくれてる人に対して意思確認をしていく、小さなものからここまではだったらできると思いません、ここまでだったらやれそうな気がしませんって、これぐらいだったら欲しくありませんっていう風にテストクロージングをやっていくっていうようなね話を、今日は女性をベースに張さんが語ってくれました。そうです、はい、まあ、でも紙動画になったんじゃないですかね、うんうん、本当にでも物事 のその流れとかの、はい、本質みたいなのが一緒っていうところですよね、はいはい、ありがとうございます。はい、もう答えは Amazon にある。結論です。これはですね、はい、Amazon、奥地じゃないですよ、はい。はい。インターネット上の Amazon ですよ。はい。まあ、僕がやってたことって結局、はい、お休みの日に山田電機さんとか、はいはい、僕は得意ジャンルがおもちゃとかゲーム、ソフトとか、うん、そういう方なんで、そっちのコーナーに行って、Amazon と照らし合わせて、あれこれ Amazon に商品件数ないよね、うん、でも目の前にあるよね、そして目の前で買うよりも Amazon に載せた方が高く売れるよねということで、そこで買って Amazon に載せるってことは当時やってました。うーん、はい、もうそれだけやってたの。へー、はい、以上になります。これ Amazon で見ると思うんですけど、はい、これは例えば設楽さんの場合出品してたのが Amazon、はいはい、今やったらこうメルカリもあると思うんですよ。あるね、メルカリもあるし、あとラクマとかあるありますね、はいはいはい、あとヤフーオークションとかもいろいろありますよね、はい、ただ僕の時はやっぱアマゾン楽だったんで、バーコード貼ってまとめて配送っていうアマゾン倉庫に送り込むと、はい、売れたらアマゾンが勝手に出しててくれるんですよ。あ、そうなんですか。はい、だから僕は一律アマゾンで当時はやってましたね。ただじゃあ今やるってなったらメルカリ使うかな、うん、周りの不用品転売から始めると思います、うん、使ってないものから。まあ、言えばネット上のそういう媒体にある値段と生で見た時の値段が、あれ明らか利益が出るなと思うから、利益が出るなっていうものを載せていくだけ。だからめっちゃシンプルよ。めっちゃシンプルです。それしかないもん。で、あとはその、売上ランキング何位とか出したら必ず売れてる商品を見て、出すっていうことですね。で、出す時にはさっさと売れる値段で出す。はいはいはい、一番提示されている金額よりも1円から100円下げて出す。
ちょっとでも安く。そうですそうですそうです、だからその売れない商品が残ってくるとキャッシュフローが悪くなるので、はいはいはい、できるだけ利益が少なくてもいいから、うん、さっさと売るっていうスピード重視で僕は回してましたね。これって基本的なところに戻るんですけど、はい、Amazon に出品するときって今はさっき言われたみたいに Amazon の倉庫に送って Amazon が勝手に配送してくれるとかっていうのも、はい、Amazon の中でその出品をする登録みたいなのがあるんですか？あります。それぞれの商品のバーコードを印刷して、うん、その商品のバーコードをペシペシペシって貼り付けてって Amazon に送り込むんですよ、うんうんうん、あとはもう Amazon がやってくれます。あ、そうなんだ。はい、だから大量にバーン荷物を送り込むだけです。例えば売れた分の何パーセントが Amazon にみたいなシステムになってます。あー、それどうだったかな。多分手数料は取られてますね、うんうんうん、ちょっとうろ覚えですね、うん、はい、だって14年前の話ですよね。まあ今は今でいろんなシステムがあると思うので、ちょっと違うかもしれないですね、はい、調べればすぐできそうな内容、はいはい、だからこれ今 Amazon だけじゃなくてメルカリだったりだとか、うんうん、さっきおっしゃったようにね、いろんな媒体っていうのがあるので、うん、それぞれであったものをやってもらえればいいんじゃないかなと思ってます、はい、ただ僕はね、当時現地に仕入れに行って Amazon で売るってことをやってたんですけど、美容師やりながらやってたんで、うんうん、マジで成果出なかったんですよ、うん、成果出ないっていうのが要はもう時間的制約が厳しすぎた。で、その時資座が低かったから事業のビジネスのフレームワークが入ってなかったから、うん、その段階でやめちゃったんですけど、今だったら、うん、メルカリとかアマゾンで不用品転売から始めて、うん、発信して派生商品を売るっていうところを絶対やってますね、今だったら。派生商品、ちょっとこの歯がね、もうどんな字やねんっていう。最初ね、あのカメハメハの歯っていう字書いちゃったんですよ。そうです、波の方を書いてましたね、うん、はい、そして違うっていうことなんで、はい、ちょっと波をたくさん出してみたっていう。僕の YouTube はね、はい、見てくださってる方は分かると思うんですけど、漢字に関してはめちゃめちゃです。間違い探しぐらいのねくらいの気持ちで発信して派生商品を売るっていうと、どういうことかっていうと、はい、やっぱりね、Amazon での転売だったりとかメルカリで在庫処分をしたいっていう人って多分ね、知りたい人いっぱいいると思うんですよ。ポロさんだって、え、 YouTube ってどうやってやってるんですかとか、動画編集やってた時、え、動画編集って儲かるの俺にも教えてって言われたことないですか？めっちゃあります。めっちゃありますよね、はい、それをどう教えさせていただける先制的ポジションを取れるのかってところに目をつけるわけですよね、はいはいはい、なのでこの派生商品を売るっていう部分で、まずあなたがそのジャンルに対して成果を出す、一定の成果を出す、うん、そして、成果を出したら先生になるっていう部分ですね、うん、実績を出すと、そして、先生になる、求めてくれる人と出会う、発信を、はい、ちょっと悪い癖が出てしまいました。書くのがめんどくさくなっちゃった。もうこれ、実績を出す、はい、先生になる、求めてくれる人と出会う、発信をする、もうこれだけ。これ実績を出すっていうのも一回まあ自分でそれをやってみて、はい、これだけ実績が出ましたよ、はい、これには再現性がありますよっていうのももちろん、はい、じゃあこれを教えるんでお金が発生する。そうです、これをいくらでお伝えさせていただきますよっていう、うん、そしてそれを求めてくれる人と出会う、発信をする、これね、話すと、いや、そんなこと言ったって私北原さんみたいに実績ないしっていう風に言うかもしれないですけど、空いた時間で3万円のメルカリ運用でいいんですよ、うん、で主婦の方でお子さんが、キッズが家にいる、ご出産されたばっかり、空いた時間で何かできないのかな、空いた時間でっていう人に対して3万から5万ってでかいと思いませんかってことなんですよ、うん、大事なのがこれぐらいの成果がこれぐらいの期間で来てくれたら出させてあげられるよっていう、あなたの実績と再現性の実績を作ればいいだけですよ、うんうんうん、でそしてそれの先生っていうポジションを取る、先生になるってことですね、うん、だから SNS 一つ取ってもそうなんですけど、今までは好きなことを発信していたと、食べているラーメンとか、会っている人とどこどこ行ったとか、景色が綺麗ね、桜が綺麗ねっていう発信してたのを、私はこういう実績を出してこういうことを提供しているものですよっていう先生になる発信をする、うん、そして求めてくれる人と出会うための発信をし続けるだけ、そしたらですよ、出会えますよね、うんうん、ここまでやったら、あとは簡単、教材なのか、コミュニティなのか、講座なのか、代行なのか、代わりにやりますよっていう代行なのか、うん、これだけ、うん、やっぱ全部先制ポジションというか、そうですそうです、成果を出したらその成果を教材にするのか、コミュニティにするのか、講座にするのか、代行するのかっていうことだけです、うん、で一番おすすめ、一番軽いものはまずこれ、教材1、2、3、4かな、うん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 、はい、
単価で言ったら口座かもしれないですね。あでも代行ってずっともらえるんですよ。そうです。だから LTV ライフタイムバリュー顧客生産性っていうのが高いですね、うんうんうん、ただ重いよねって話なんですよ、うんうん、だからまず教材、はい、PDF だったりの教材から攻めて口座代行やって、それでも要はここが購入できなかったりだとか、うん、たくさんの人が来るっていう受け手の窓口としてコミュニティっていうのを一つ持っておくっていうことですね、うん、で北原はもう全部やってますよと。はい、全部やってます。全部ほんまに全部やってます。全部全部まあでも今回ちょっと背取りでお話したらいいと思うんですけど、はい、副業として背取りやって、そこから例えば今の会社を離れたい、自由を手に入れたいとか、はい、起業するみたいなふうに考えると、背取りでやってきた成功の実例を使って、はい、こっちで単価感を上げてこう売り上げをさらに上げていくっていうような感覚ですよ。そうですね、うん、それで OK です。もう単純にね、ぜひね動画見てくれている方やってみてくださいよ。お家でまあほどほど綺麗、ほとんど使ってない不要品の在庫とか、使わなくなってしまったテレビ、メルカリに出してみてくださいよ。でメルカリで売れることを実感してもらって、あ、売れるんやって、自分が展示したもので売れるってことが分かると、え、あれも出してみようかな、これも出してみようかなって、もともと使わなくなったものを今までは捨ててたとか、安い値段でね買い取っていただいてたものがもっと高い値段で買ってもらうと、あ、売れるんだってことが分かるわけですよね、うんうんうん、売れるってなったら家にあるものをどん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 出すってことが面倒くさくなくなってくるわけですよ、うんうんうん、楽しくなっちゃって、でそれをやってったら自分の身の回りにある不要品在庫っていうのがなくなるわけですよね、うん、じゃあそしたら何やるのかっていうと、父ちゃん母ちゃんのお家のもう明らか使ってないでしょっていうやつを代行で売ってあげればいいんですよ、うんうんうん、で代わりに売ってあげて、そこの手数料をもらってっていう、うんことをやってったりだとか、それで周りのものも売れるよねって実績作ってったら、教材とか講座とかコミュニティに発生すればいいわけですよね、うんうん、だからまあやりやすいところからやってみようよっていう話ですね、うん、なるほどですね。その背取りでこんだけ利益得てますよとかっていうのを身内の中だけでこう発信してるだけでも、はい、なんか絶対声かかるかな。いや全然かかるって、はいはいはい、本当に僕で例えると動画編集したやつをポンって上げるだけで、あ、これ何で編集してるのとかっていう質問が聞かれますよね。あ、その時にその編集しているやり方と考え方と、その編集の依頼がする来る集客方法ってのは講座で教えてるから講座来てねとか、教材で全部書いてあるから教材買ってねとか、それだけ、うんうん、はい、すごくやり方として腑に落ちるところがあるので、はい、めっちゃシンプルだと思います、はい、あとはそれを実際やるかどうか。そうです、やらないでしょなかなか。だから行動しようぜって、もうずっと行動、ね、もうね、うん、知識はあるんよ。やっぱりね、知るだけじゃなくて行動しましょうよ、動いていきましょうよ、うん、ということでね、今日お話ししたことぜひやってみてください。はい、今お伝えいただいたことを実行していくんですけども、はい、北原さん、教材の材と講座の講がやっぱり間違ってますね。え、何が教材の材は、あの材料の材ですね、あの奇変にこう才能の才。なるほど、近いね。そうですね、意味は通った。そうですね、講座はこうでしょ。講座のこうは多分左側キーがあのゴンベンっていうのはイグっていう字です。漢字難しいね。難しいですもういいよ、伝わるもん。だって俺の動画見てくれてる人って頭おかしいから、こんなことはもう許してくれるよ。そんな気にしません、気にしませんもん、こんなことはもう伝わればいいと。北原さん、週1回2時間、はい、2ヶ月で中学校までの漢字が全部マスターできるってなったら受けます？あー、なるほどね、はい、多分ね、やらない、やらない興味がないもん。そうですね。でもね、それね、多分翔さんとかが漢字を書けることによってこういう道筋があるよってプレゼンされたら多分買っちゃう。漢字を書けてないことによって、いや、あなた損してるんですよってプレゼンされたら買っちゃうんですよ。確かに。結局僕のチャンネル見てくださってる人って副業とか起業とか事業作りとか経営とかに興味がある人ですよね。興味があって課題を持ってるから見てくれてるわけですね。何かヒントがあるんじゃないか、何か答えがあるんじゃないかっていうところに対して、その答えとか未来を持っている僕がお話ししているから、その知識って大事なんじゃないのか、その知識って重いんじゃないのか、その知識って受け取らなきゃいけないんじゃないのかっていうことを、現実に対して未来に対してここの差を埋めに来てるために動画を見てるわけですよね。だからその未来提示ってことをしっかりしないと、じゃあコロさんが言ったら漢字買いますかって、受けますかって言った時に受けないっていう回答になっちゃうんですよね。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、負けない副業っていうのがやっぱりどういうものなのか、そう、統一して分かった気がする。そう、これね、今日ね、はい、負けない副業ってお話ししましたけど、物販から
副業を始める方って結構多いんですよ、ね、実際に。なぜなのか、負けない副業という部分で物販から始める理由は、まず答えがね、ウェブ上にもう上がってるんですよ、うんうんうん、この商品いくらですと、うんうんうん、でそれがアマゾンでもメルカリでももう提示されてるんですよね、金額が、うんうん、あ、売れるんだったらこれぐらいの金額で売れるんだって、で提示してから発送すればいいんで、うん、売れるってことが分かるわけですよね。売れてったらその実績をもとに発信始めればいいんですよ、うん、この段階で何か一つでもリスクあります？ないでしょ、リスク。そもそも負けるってどういうことですか、コロさん。負けるっていうと、言えば利益が出ない、はい、というか、結局プラスにならずマイナスで終わっちゃう、はい、損をするってことですね。そうですね、損さえしなければ負けないでいいですか、うん、そうですね、ですよね、はい、僕もそうだと思うんですよ、はい、じゃあ損しなきゃいいわけですよね、はい、だったらメルカリなんかは提示だけしといて、はい、売れんかったら手元にあるわけですよ、はいはい、じゃあ提示するのには有料ですか無料ですかって、無料じゃないですか、はいはい、で売れたら売れたで、あ、売れたんだ、ラッキー、ありがとうございますじゃないですか、はい、で売れたら発信して、さっきお話ししたように実績を出して先生になって求めてくれる人と出会う発信をして、教材コミュニティ講座代行という形、これ何か一つでもリスクあってないですね。ないでしょ、はい、はい、だからやろうぜってことなんですよ、うん、人生変えることにリスクなんか必要ねえんだよ。まずですね、はい、世の中にオリジナル事業なんてないから、全ての事業がパクリなんだよ。おお。まずここ。そこの理解から。まずここを大前提と受け止めようと、うんうんうん、だからオリジナルのことやりたいです、自分のブランド作りたいです、もうね、それね、単純に過去にあった事業のコピペを自分のラベルにチェンジしてやりたいっていう起業家なんですよ、うん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 、で起業家なんて最初そんなもんですよ、うん、世の中を変えたいとか業界を良くしたいとか、そもそも誰もお前に求めてねえっていうことを、でこれね、ちょっと今日7本目だからその言葉がちょっと尖ってきてるんですよ。いい感じです。いやー、ふざけてきてるでしょ。でもね、本当にそうなの、うんうん、やっぱり美容業界でもよくあるんですよ、うんうんうん、本当に業界を良くしたい、業界を変えたいと、うん、でも業界を本当の意味で良くしたいんだったら25万店舗ある店舗数を半分ぐらいまでカットしないといけないんですよ、うんうん、要はもう美容師人口増えすぎなんですよ、うんうん、だから今コンビニとコンビニの間に美容室が3店舗あるって言われてるんですよ、うん、そうですね、めちゃくちゃ店舗数は多いですよね、美容室って。そうなんですよ、だからそこをね、コンビニより多くなってきている美容室に関して、うんうん、オリジナルをやりたい、新しいことをやりたい、いやもう無理っすよ、うん、だってもう出尽くされてますもんね、うんうんうん、よほどの何か特許を取ったりとか新しい新成分発見しましたとかっていう風にならないと、うん、そもそも新しいことなんかやってる人なんていないってことを理解した上で、今の事業って誰かのパクリだよねっていうところをまず受け止めてください、うん、その上でじゃあどんなパクリ方が正しいパクリ方なのかっていうと、うん、思考のトレースをしなさいっていうことを言ってますね。思考のトレース、はい、思考のトレースを、大事なのは考え方を徹底的にパクリなさいよっていうことなんですよ、うんうん、結局その徹底的にパクったビジネスって表面的にしかパクれないケースがあるんですよ、うんうん、それをもっと内部までパクってった結果、そもそも今のうちの市場、うちの規模感、うちのビジネスプランだとそもそもそれってできないよねっていうケースになるんですよ。例えばじゃあ、ディアーズに関して年間広告費っていうのはどれぐらいかけてるかっていうと、年間広告費が5000万から1億円ぐらい年間でかけてるわけですよね、うんうん、果たしてそれ捻出できますかってところなんですよ、はいはい、じゃあ大事なのがいつの時の思考をトレースするのかっていう部分で、うん、今の北原孝彦の思考をトレースそのままトレースするっていうのは、トレースしようとしているその方によっての事業規模だったりだとか、実際に持っているスキルだったりとか、かけられるリソース、時間とかお金によって、そもそも徹底的にパクることが出ないよねっていうふうに考えたときに、ここなんですよ、やっぱり。いつも01、1から5、5から100。ここの考え方、ここのフェーズに合わせた思考をトレースしなきゃいけないんですよね。例えば、僕が01を大事にしてるときって何をやるのかっていうと、勝てるビジネスモデルの再現性がどこにあるのかっていうことを
発見するために01やりまくるんですよ、うんうんうん、だから美容室で語るとうちは高リピート率事業モデルを作ってるのでどうしたら自家予約が取れるのかっていう部分でトリートメントっていう選択をしたりだとか、うんうん、宿毛矯正っていう選択をしてるわけですよね。これをカールのパーマ、あのカールですね、うんうん、ウェーブパーマにしなかったのはそもそもウェーブパーマの価値観って人によって異なるのとウェーブパーマの再現性っていうのが髪の毛の状態によって再現がそもそも難しいジャンルだった、うん、だけどトリートメントとか宿毛矯正、宿毛矯正って単純に癖をきれいに伸ばしましょうね、うん、ツヤツヤな状態にしましょうね、トリートメントも同義ですよ、うん、っていう部分で、価値観が一致しやすいものなんですよね、はいはい、でその価値観が一致しやすいものを01の段階で持ってきたっていうこの思考のトレースをしましょうっていう話なんですよ、うんうん、だから徹底的にパクるっていうと何をやるかというと写真そのままコピペ持ってきたりテキストコピペで持ってくるんですよ。これがね本当にタチが悪いというか、うんうん、アホかっていう話でちょっとね、言葉が変わってきてるのでもうあれなんですけど、でもね本当に実際あったんですよ、うんうんうん、あの何が起きたかっていうと北原さんのホームページ参考にさせてもらいたいんですけどよろしいですかってわざわざ連絡来て、うん、丁寧に連絡してくれたから、うん、参考だったらいいかと思って参考にしていいですよって言ったんですよね、うんうん、そしたら何が起きたと思います？コピペ。そう、そのまま上のヘッダーの画像と店名だけが違ってテキスト全部最後の代表の挨拶あったじゃないですか、はい、その代表者の名前だけ変えたって北原孝彦っていう名前をその代表者になってるだけで全部コピペ。でねもっとびっくりしたのがその人を多分チェックしてなかったんでしょうね、はいはい、業者にディアーズさんのホームページ参考に、まあ、真似して作っといてチェックしなかったんでしょうね、うん、真ん中にもうディアーズって入っちゃってたんですそれも見てプツンってきちゃって、はいはい、あなたの参考にするってこういうことですかって、はい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 、でもこれ TTP じゃないですか。確かに徹底的にパクってるじゃないですか。だからそもそも徹底的にパクるっていう発言をあんまり安易に僕は言いたくないなっていう、ここまで思考のトレースが大事だよ、うん、01から5、5から100のその市場に対して北原孝彦の今を真似するんじゃなくて01の時の北原孝彦、1から5の北原孝彦、5から100の時の北原孝彦の思考のトレースをしなさいっていうことを僕は、推奨してますね。なるほどですね、はい、まあそのまんまコピペではなくて、はい、その時のこう思考あの考え方とか、はいはい、なんかどういう部分かという本質的なところを参考にするっていうだけで、はい、そこ、うん、思考のトレース、はい、どこを抑えるのかっていう部分をやっぱ参考にした方がいいんじゃないですか、うんうん、本当に、うんうん、まあこれ例えばなんですけど、はい、こう思考をトレースするっていう意味でも、はい、北原さんの今のコミュニティのメンバーとかはそういう意味で、はい、こうコミュニティに入って思考をこう踏み取ろうっていうのがあると思う、はい、いやめちゃめちゃある。だからね、うん、もう毎日質問の嵐、でもやっぱ一件一件ちゃんと返すよ、だから買ってほしいもんね、うんうんうん、本当に。だからコミュニティメンバーね活性化してってますけどね、うん、やっぱ伸びる人はゴリゴリ伸ばしてるね。ゼロから参入されて美容室北原さんの参考にさせてもらってますでパクってないんですよ、思考をトレースしてるんですよ。ゼロからスタートして2年で20何店舗やってる人も出てきてるんですよ。これマジすごいことだと思っていて、で本当にやってる思考のトレースができてってるので、あ次はこのジャンルで立ち振る舞いが大事ですねとかっていうのをアドバイスさせてもらってるんですよね。気持ちいいですよね。いやもうねここまで来るとねもう本当にもう素晴らしいっていうスタンディングオペレーションです、はい、まあちょっとパクリ方はい、気をつけろっていうところですね、はい、ですね、はいはい、ちなみに北原さんはなんかこう事業をやる上で、はい、こう他の店舗はこうやって広げていったんだ、はい、こう広げるためにこういう要因があったんだとか、はい、ヒットのためにこういう要因があったんだっていうのを参考にしたりはするんですか？もう全部コピペで。あ、コピペで。あれ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 みたいな、まあ、冗談ですけど参考にすることほとんどないですね。実写のデータを参考にして協業メンバーに落としてって、はいはい、その思考でトレースしたものをより発展させていくってことはしてるんですけど、うんうん、僕があんまり他社さんから勉強することってのはあんまりしないようにしてるんですよね、うんうんうん、今ブレてしまうので、はい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 、なのでその好きな起業家さんの考え方とか取り組み方っていう部分は思考の部分はトレースさせてもらってますね、うんうん、だからキングコング西野さんとか、はいはいはい、ものすごい動画ヘビロテさせてもらってますね、はい、あとツイッターでつながれてる経営者さんとかの考え方を断片的に入れて、うん、あどうやって戦っていこうかなっていうのは結構やってます。なるほど、はい、あと僕自身コミュニティ結構入ってますね、オンラインサロン。あ、そうなんです。経営者さんのオンラインサロン結構入ってます、ね、へえ、はい、まあでもなんかこう勉強する意思として、はいはい、なんかいろいろこういろんな思考に触れるっていうことが大事なのかなと、はい、でもそういう意味では最近翔さんの思考はかなりトレースしてってます、ね、へえ、そうなんです。しゃべくり社長ですからね、はいはい、でもなんかよく見てると
と僕の方が喋ってる気がするんですけど時間的な部分ではね、そうっすね、はい、ただ質とか精度は翔さんの本当にかなわないので、うん、セミナーをもう一回一から勉強しようと思えたのは翔さんのおかげなんで、翔さんの思考っていうのはかなりトレースしてってますね、うんうん、今日はなき、はい、死んでないですよ、死んでないですよ、生きますよ、はい、ありがとうございます、ね、はい、まあなんか北田さんの場合思考トレースするときに、はい、例えば翔さんとかだったら翔さんのやっぱり01とかをこう、はい、めっちゃ聞くじゃないですか、はいはい、超聞く、はい、なんでそこをこう知って自分でこう落とし込んでみたいなのがうまいなと思うんで、そう、そこかどこをトレースするのかっていう部分でここなんですけど、はい、もうこの011から5から100っていう考え方ももちろんそうなんですけど、うん、スタートアップとブレイクスルーで分けて考えるといいですね、スタートアップの時に何をやってその、はい、再現性あるその事業をぶち当てたのか、うんうんうん、でその再現性ある事業をどう組み上げていったのか、ブレイクスルーをどうしたのかっていう、うん、この二軸で僕物事を捉えるようにしてるんですよ、へ、はい、011から5から100っていう部分なんですけど、スタートアップの時とブレイクスルーの時何が違うのかっていうと、僕こっちは順算式、こちらは逆算式っていう風に話してるんですよね、はいはい、スタートアップの時って何が必要なのか、これね市場分析とかもちろん大事です、うん、でも実際に初めての企業、初めての副業で何かやろうってなった時に市場調査ってあんまり必要ないんですよ、うんうんうん、なぜなら調査したところであなたが手が出せるジャンルじゃねえよっていうケースがあったりだとか、あくまでも調査した結果出せるものってせいぜい使ってるキーワードなんですよね、うんうん、例えばメルカリっていう言葉が副業 に対して近い検索数が出てきてるなとか、うんうん、副業とメルカリって同じ検索のグラフをたどってるな、つまり副業ってメルカリのことだよねとかって、うんうん、そういうキーワードに対しての検索ができる程度であって、この副業っていう市場に対してこれぐらいのお金とこれぐらいの時間を使われてるからこういうことを提唱していこうとかって言ったところで、いやそもそもあなたの声誰も耳を傾けてくれてないよねっていうことになるわけですから、市場が必要とされていてもあなたに必要としてるわけじゃないよっていうことをまず受け止めてほしいんですよ。でそうすると現実的なことをちゃんと挑戦できるようになってくるんですよね、うんうん、夢物語ではなく、で現実的なことを挑戦しようとした時にまず僕が大事にしてるのは10回本気の挑戦をしろって言ってるんですよ、うんうん、10回やっても挑戦が折れないようにしてくれってことを言ってるんですよね、はい、だから10回挑戦しようと思ったら1案件あたりの時間のかけ方、お金の使い方ってもっとミニマムになるはずなんですよね、はい、1回あたりの挑戦に対してその挑戦資金っていうのは5万円だったらコロさん怖いですか？5万円1回ですよね、はい、いや5万円やったらまだ全然 OK ですよね、はい、10万円だったらどうですか？10万円でもまあいけるかな、はい、OK です。50万はどうですか？ごめんなさいごめんなさい、50万はごめんなさい、OK、そこでいいんですよ、はい、だったらじゃあ10万円ぐらいだったらサクッて挑戦してもいいかなと思ったら10万円を10回挑戦するとかね、はい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 、単純に10万円までかけてそれで10万円のくくりの中で本気でやってみるとか、うんうん、掘りに行くっていうことをやるわけですよね。でその1案件の挑戦の時間軸ですね、うん、1案件あたり1年かけられます？1年ですか？はい、そしたらもう10回挑戦するのに10年経っちゃいますよ。確かに、はい、長いですね。そう長いですよね、はい、っていうふうに考えると3ヶ月から6ヶ月なんですよ、うんうん、だからスタートアップの時に何が必要なのかっていうと3ヶ月から6ヶ月サイクルで10回挑戦した時に事故らないやり方、うんうん、事故らないやり方で10回挑戦しようぜってことを言ってるんですよね、うんうんうん、で10回挑戦すると何が起きるかっていうとどんなに打率が悪くても3回は僕はある程度の成果が出ると思ってるんですよ、うんうん、10回本気で挑戦して例えば1回あたりの挑戦に10万円かけたら3回は10万円を回収できると僕は思ってるんですよね、はい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 、この3回回収できるなって思ったらそれを逆算して何回やるっていう段階でブレイクスルーが来るんですよ今度、うん、10回挑戦したら3回は表が出る、コインの表が出る、うん、でその表がどういう状況下においてどういう条件を満たすとどのような表の出方をするってところまで分かってくると、うん、今度はここは順算式、うんうん、順算式積み上げ式なんですけど、ここに来たらじゃあその表を何ヶ月の期間で何回表を出すのかっていう考え方、つまりブレイクスルーを自分で意図的に引き起こせるようになるんですよね、うんうんうん、だから順算式で10回事故っても大丈夫なように当たりカードを引いといて、その当たりカードを分析して再現性見つけてブレイクスルーで必要な回数を順算で持ってこいっていう話ですね、うん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 、はい、スタートアップの段階から逆算だよねってやるからそもそも辻褄が合わないんですよ、うんうん、この段階ってのは逆算まだできる領域じゃないんですよ、うん、この段階で考えなきゃいけないのは当たりカードを引くことなんですよ。ダイヤモンドの原石を自分の足元から探してくることなんですよね、うんうん、でその原石の探し方、その原石の磨き方がブレイクスルー逆算になるんですよね。こういう状況下によってはダイヤモンドが落ちてるな、でそのダイヤモンドを傷つけないように磨く方法っていうのが順算式で何回も何回も石ころ拾って磨くんですよ。
拾っては磨いて、拾っては磨いて、拾っては磨いてっていうのを10回やってください。そうすると3回ぐらいはダイヤ出ますから。で、そのダイヤがね、こんなちっぽけなダイヤなの、最初は。で、ただこんなちっぽけなダイヤも、そこに再現性を見つけてしまったら、あとはじゃあ何個の石を探して磨いてってことを初めてこの段階で逆算できるようになると、ブレイクスルーは意図的に引き起こせる。だから僕は美容室の事業モデルを2年間かけて作ったんですよ。で、残りの2年間で96店舗出店してるんですよね、うん、2年間でスタートアップの準備をして、その後2年間で96店舗ブレイクスルーを引き起こしたんですよね。つまりスタートアップもブレイクスルーもギャンブル性ゼロで、数字のパーセンテージで自分で意図的に引き起こせるっていうのがポイントですね、うんうんうん、だから起業はギャンブルじゃないよっていう考え方ですね、うんうん、はい、徹底的にパクるのはここの思考ですね、ここの思考、うんうん、はい、やってください、はい、この10回をいかに早く行動して始めれるかやつ、そう、さっさとやろう、さっさとやろう。で、ダイヤモンドの原石見つけたら、それが自分のねやりたいことじゃなくても、さっさと逆算して何回やるために組織をどうやって組むのかとか、自分でできる範囲なのかっていうのを決めて、決められた期間の中で決められたアクション数っていうのを虎視眈々とやっていくと、目的のところまでね稼げるようになりますから、うん、で、その勝ち方を身につけてほしい。そしたらもう食いっぱぐれないから、うん、はい。早速いっちゃいます。はい、はい、考え方マインドセットの方がですね入っていただきたいかなと思います、はい、今回完全にゼロからスタートということでですね、はい、もうその SNS 初めて作りますみたいな、はい、段階から、構築するための時間軸の考え方、これが大事なんですよ、はい、皆さん今までも人生の中でですよ、一撃でうまくいったことってあって、一撃ですよね、はい、ありました、コロさん、なんかないですね、これはないですよね、はい、これがね、うん、副業になるとね、みんな自分のこと天才だと思う時間軸を叩き出すわけですよ、はいはいはい、完全にゼロからなんですけど、とりあえず年内に100万円いっちゃいますわみたいな世の中の当たってしまった人とか、はい、もうごく一部いらっしゃる本当の天才肌、うんうん、もうセンスの塊みたいな人って確かに中にはいます、そういう人、はい、うん、だけどね、あなたはそうじゃない可能性が高い。これ切ないけど 99% の人がそうじゃないです、うんうん、そして僕もそうではなかった。だから一緒なんよ、うんうん、このマインドセットがずれていると何が起きるかというと、変なねお金のかけ方をしちゃったりだとか、変な時間軸で活動しちゃうから俺には才能ないんかなとか、全然やってもうまくいかないみたいなこと言い出しちゃうんですよ、はいはいはい、で、このゼロからスタートの時のマインドセットで大事なのは、この時間軸をしっかり捉えようってことですね。本当に完全にゼロだったら3年を見てくれると思いますね。何が3年なのかっていうと、はい、動きまくっての3年っていうか、もううじうじしまくっての3年です。やりましょうよっつってね、やること出すんですよ、うん、やれるんですよ、やろうと思えば明日からなんか作業できるんですよ。でもね、やりながらね、いやーそうは言ってもこれやっても意味あるのかなとかってね、やってもないのに意味を求めるわけですよ、はいはいはい、しかもね、それをやった先にこうなりたいっていうことまで描いておいた上で、これやっても意味あるのかなっていう風な思考になっちゃうんですよね、はいはいはい、これなぜそういう風になっちゃうかっていうと、今まで自分の時間切り売りしすぎなんですよ、うんうんうん、基本的に時間を切り売ろうと思ったらですよ、スキルもない、普通に学歴もない、すごい国家資格があるわけでもないっていう風になると、時間の切り売りって言ったらせいぜい1時間1000円ぐらいじゃないですか。そうですね、僕は1時間1000円だったわけですよ、はいはい、1000円っていうか700円だったわけですよだから、そのすごくもなければ特殊なスキルを持ってなければ、国家資格もなければ所詮その程度なんですよ、うん、それが嫌で副業を始めて、もっと1時間を1万円にしよう、3万円にしようとか、これからそっちを狙っていこうってやったにもかかわらず、その挑戦期間を考慮しないで、なんかね、明日から成功することを描いちゃうんですよね、みんなポジティブすぎるだろと、99回失敗する覚悟でいろって感じですね。まずもう3年っていう時間軸ぐらいは見ようねって、3年ぐらい本当に泥水すするぐらいの気持ちでゼロからだったらやっていただきたいですよっていうことですね、うんうん、そしたらですね、次進めていくためのフレームワークを理解してください。フレームワークですね、まあ、ルールみたいなもんですね、うん、ポロさん、 YouTube を始めようってなったら、まずクライアントさんと話しますよね、はい、あ、そうですね、どこから整理する感じですか。
クライアントさんの過去から整理。過去から整理するんですね、はい、過去から整理して、その過去を整理した結果、何が喋れるのかって決める感じですか。そうです。参入ジャンルを決めるって感じですか。まずは何が喋れるのかを決めます、はい。で、その同じジャンルで似た活動をされている YouTuber さんで成果が出てる人たちをリサーチするようなイメージですか。そうですね。でそこに対して置きに行くようなイメージですか、はい、っていうようなフレームワークですよ ね、 ですね。つまりやり方が決まってるってことです。はい。副業もそうなんです。はいはいはい、やり方が決まってるんです、うんうん、このやり方がわからないと何が起きるのかっていうと、うん、本当に何もやらない期間っていうのが出てくる。だからまずこの全体像を捉えようということで、今日この動画ではおめでとうございます、少し全体像を話しますの で、はいはいはい、でこの動画を見ていただくと、自分が何からしなきゃいけないのかっていうのが分かってくると思いますので、はいはい、ぜひもう引き続き最後までね、いいですか、最後まで再生していただいて、何回も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 メンタルの話もするのでヘビロテしててくださいよ。はい、はい、じゃあ次いきますよ。まずフレームワークを理解しましょう、はい、じゃあ次フレームワークのお話をしますね。はい、はい、本当にゼロから稼ごうと思った時、うんうん、やらなきゃいけないことは01を立てるっていうことをやらなきゃいけないんです、はい、要は01って 何かというと、初めてマネタイズできましたウェーイっていう経験をやらなきゃいけないです、うんうん、自分で、作ったコンテンツを販売したりだとか、既存のプラットフォームを使って何か、アイテムを売却してみたりだとか、自分の持っている技術的なスキルを誰かに提供して、それで対価をいただくとか、今属している会社とは別のところでマネタイズを一回発生させていただきたいんですよ。これね、賛否両論あると思うんですけど、僕は必ず一番最初に意識してもらいたいのは、これからこの3パターンをちょっとお話しするんですけど、軽くて早いものをお勧めしたいです。基本的に僕の動画を見てる人ってやっぱ僕と思考が似てたりだとか、僕のこの YouTube を見てもらってるので、かなりこう論理的にロジカル思考になってる方が多いはずなんですよ、はいはい、つまりね、成果をさっさと求める人が多いの、うんうん、だからこそ今回この3つを話すときに鉄則として出しといていただきたいのが、うん、早い、軽い、うんうん、じゃあ何をやるのかっていうと、はい、まずですね、自分に合ったものをやってほしいんですけど、はい、プラットフォームを使う、うんうん、これどういうことかっていうと、はい、SNS、Twitter、Instagram、メルカリ、TikTok、YouTube、うん、まあいろいろあります。プラットフォームを1個何か攻略してみるっていう視点ですね、はいはい、要はなんか発信できる場所ってことですか。そうです、はいはい、メルカリも発信できる場所ですからね、はいはい、コメント欄にメルカリ上げてみました、うんうん、速攻売れました、初めてですってコメント欄入ってたんですよ。見ました、これ。はい、見ました。ねねねね誰がいいんだよ、メルカリやりたい、動けないって人にアドバイスできるようになるじゃん、情報発信できるようになるじゃん、だって先生になっちゃったんだもん、一歩あなたが動き出したんだからね、うん、だからこの Twitter とか、Instagram とかも、もし他の人よりも大きな成果が出たら、大きな成果っていうのは他の人からすると大きな成果に見えることで OK なんですよ、うん、例えばコロさん、はい、コロさんからすると Twitter やってますよね、頑張って、はい、Instagram はやってるんですか。 Instagram は投稿してないです。アカウントあるんですか。アカウントあります、はい、Instagram は何フォロワーぐらいいると、おこの人っていうふうにコロさんのレーダーに引っかかるんですか。僕は基準は低いかもしれないですけど、はい、1000人超えたらおって思うんですよね。じゃあこれ、ツイッターだったら何フォロワーだったらおって思うんですか。ツイッターですか。ああ、ツイッターもでも1000超えてたらおとはなりますけど、はい、5000とかまでいったらなんかツイートバズったりしたのってなっちゃう。なりますよね、はい、じゃあもう一個聞きますね、はい、YouTube だったら何登録何再生回ってたらコロさんの中でおってなるんですか。登録者に対して再生回数が3倍以上回ったらおってなるんですね、はいはい、おってなるんですね、はい、おって聞きました。コロさんは Twitter、Instagram に関しては自分のアカウントを比較してるんですよ。おお。ね。で、YouTube に関しては仕事のデータの比較をしてるんですよ。そうそうですね。そう。わかります、はい、つまりコロさんを落とそうと思ったら Twitter、Instagram なんよ。はい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 、はい、YouTube じゃ太刀打ちできないけど、はい、Twitter、Instagram で 2,3000 フォロワーでコロさん俺これぐらいなんだけどって言えばコロさん聞いてくれるのよ、話を。っていうことが他の人にもあるんだ。その人にとっての先生になるフォロワー数でいいわけです、うん、
例えば最初の1000人を突破しましょうよとか、そういうような文脈でも全然差しにいけるわけですよ、フォロワー数50人以下の人がね。でそこに対して無料で教えるよって言ったら無料ってなりません？なりますね。なりますよね。それでつながりが取れるじゃないですか、でつながりが取って指導をさせていただきながら3ヶ月目からこのやり方であなた今ね1日ね5人から10人ずつフォロワーついてて順調だからこのやり方でよかったら継続して指導させていただきたいんですけど、Zoom を1時間毎月取らさせていただきますのでよかったら1ヶ月2000円だけいただけませんかって、言ったらこれ現実的じゃない？めっちゃ現実的。めっちゃ現実的ですよね、はい、これをねやりながら実績上げて、ゼロを増やしながらお客さん増やしてもいいだけなの、これイメージつくでしょ？つきますね、めちゃくちゃ、ね、めちゃめちゃつくんですよ、はい、だからそのまずプラットフォームを何か1個ハックしたりとか、メルカリだった時とか使いやすいプラットフォームを1個使う、これはもうすぐできるよね。そうですね。まあ何が言いたいかというと、はい、この今の01の段階でいきなり100万円を目指さないっていう覚悟を持ってほしい。あのね、最初にいやこんな1000円じゃ薄利多売だしとか、こんなんでちょっと100万円見えてこないっていう風になるわけじゃないですか、でもいいの、100万狙うのは次の段階だから、まずはあなたが活動することでマネタイズを経験しながら目の前に人が呼べるんだっていうところまで動線を引いてほしい、だからここで目的としてるのはなんなら0円でもいいの、最初は売り上げじゃないの、目の前に自分の話を1時間でも2時間でも3時間でも聞いてくれる人たちをどうやったら増やせるのかっていうことをここで考えてほしいの。では次ですね、自分コンテンツっていう部分をお話をさせていただきます、この自分コンテンツっていうのは何なのかというと、他の人よりもお金をかけてきたと、他の人よりも時間をかけてきたと、他の人よりも感情の振れ幅がすごいところにいたい、この3つの視点でね、過去の小中高、なんなら大学、社会人、10代、20代、30代っていう考え方でもいいです、自分の語る資格があるところがどこにあるのかってところを探してほしいんですよ、自分コンテンツはあなたが語る資格があることを探せるんです、語る資格です、語る資格、はい、さん、なんかイメージつきますか、語る資格、まあ自分が過去にこういうことを乗り越えてきたからこそこれが言えるんだよっていう、そうですよね、それ、乗り越えてきたこと、これね、ポイントがあって、なんかね、乗り越えてきたことっていうと、なんかすごくなきゃいけないみたいなイメージをする人がいるんですけど、すごくなくていいんですよ、普通でいいの、乗り越えてきた結果、普通になりました、でも全然 OK なんですよ、僕だったらですよ、もう本当にね、2年ぐらい前はですね、25キロ、今よりも体重が増えててですね、77キロだったわけですよ、で、ちょっとね、今日緩い服着てるんですけど、まあ比較的こうね、他の人よりももう細くて、ウエストがあるわけですよ、僕はこれ、だからこれ77キロの時はもうこういう感じだったわけです、これ、他の人よりもニュートラルの状態よりも太ってる、要はマイナスのポジションだって普通になる、まあ普通よりちょっと痩せちゃいましたけど、そうですね、プラスの方に、そうなんですよ、プラスの方にこの振れ幅があるから北原さんダイエットってどうやってやってるんですかって聞いてくるんですよ、あ、こうやってやってるんだよって言って、いやそれってちょっとなんか定期的にミーティングとかして私のこう管理とかしてもらえませんかって言われたら、じゃあいくらでいかがですか、でもこれでマネタイズじゃないですか、だからね、この自分コンテンツであなたが乗り越えてきたこと、もしくはあなたが他の人よりも成果が出せたこと、っていうのはお金と時間と感情値をかけてきたことが多いんですよね、で、それをあなたが語る資格があるコンテンツってどこにあるのかなって考えて発掘していただきたいんですよ、自分の棚卸しをやっていただきたいなと思います、っていう視点が一つ、じゃあ最後の切り口ですね、スキルホルダー、スキルホルダー、はい、これどういうことかというと、今激アツなスキルを何か身につけましょうということですね、激アツなスキル、スキルホルダーってなるとね、これちょっと勘違いしていただかない、いただきたくないのは、早いものだったら OK、これがね、おっしゃスキルホルダーになると美容師になろうって言った瞬間もう2年何もできないですからこのスキルホルダーは資格を取ろうっていう話じゃないんです、商品棚に並べられるようになろうっていう、もうそれだけの話なんですよ、じゃあ動画編集をやろうとしたらですよ、市場の末端価格の2分の1から3分の1の価格で受注を受けるんですよ、もう自分の時間をもう激安売りするんですよ、この時何をしなきゃいけないのかというと、
そこをきっかけに次なる営業がかけられる営業先を探したいわけです。だからそこで儲けようっていう考え方じゃないんです。いいですか、これら全部そうですよ。自分コンテンツ作った時もそう、これいきなり自分コンテンツ作りました、じゃあこれすごい気合が入ってコンテンツするんで10万円でってなった瞬間誰が買うねんっていう話ですよ。まだあなたがねゼロからスタートでお客様を未来に連れて行ってない、商品も納品したことがない状態で値段をつけたところで売れないんです、うん、スキルホルダーもそうです。低価格でもいいから、うん、目の前の人に物を買う、100円でもいいからマネタイズしてみるっていう経験を、一連の流れをやっていただきたいなって思ってます、うん、で僕が実際にコミュニティね、うん、今北原と精神と時の部屋っていう、コミュニティというかもうビジネススクールですね、はいはい、もう毎月合宿だったりだとか動画コンテンツをお届けしたりだとかいろいろやってるんですけど、今これ月額で2万円いただいてるビジネススクールなんですよ、うん、ここに至る前に3つ潰してるんですよ、コミュニティを。そうです、ね、3つ潰してるんです。1個目は1000円でやりました、うん、これですね250人ぐらい集めて、はい、することができたんですけど、はい、3人でこうコンテンツを配信していきましょうかみたいな感じでやってったんですけど、はい、やっぱりちょっとうまくいかなくて、うんうんうん、はい、ちょっと音楽の方向性の違いがね、なるほどね、ちょっと俺はソロで行くわみたいな、バンドの改ざん、バンドの改ざんが起きてしまいました、ね、はい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 、で次にもうなんかコンテンツ配信とかって大事だけどちょっとお金を取るってなかなか責任が伴うなって思いましてね、うんうん、次にやりだしたのが0円コミュニティでしたね。なるほど、はい、で0円でねやるんですけどね、はい、やっぱりこう熱量が高い方はですね、はい、めっちゃ聞いてくれるんですよ、はい、0円なのにお金は発生しない、そう、お金は発生しない、はい、続けられないなと思ってね、うん、でその後にやったのがですね500円なんですよ。おいおいおい、500円コミュニティをやりました。すごい低価格ですね。はい、低価格です。自信はなかったからね、はい、こちらもですね途中で崩壊させてるんですよ。へー、ただねこの0円コミュニティ、はい、立ち上げてから何人までいったと思いますか。半年ぐらいで、6ヶ月ぐらいで、もう何の SNS もバズって、はい、あの今の僕の Twitter とか、Instagram とかって、まあ、マンアカウントになってしまうんですけど、そうですね、もうそれになる前、もうザコアカ、ザコアカと。まあでも、無料だったらちょっと入りやすいと思うんで、300とか400とかですか。これね、5000人集まった。5000人こいいリアクションだね、これさで、その後、もう更新止めて放置してるんですけど、はい、あの今見るとね、7000人以上つまりは、何が言いたいかというと7000人いればね、はい、ここでやってた100円で販売してたとか、はい、ここでやってた1000円で販売してたとかね、はい、1万円ですって言ってくれる人いるんですよ。そうですよね、はい、だからいかほどにもできるわけですよ、はいはい、こんないいことあってあってあってみたいな。へー、だから、まあ、何が言いたいかというとプラットフォームを自分コンテンツを作るスキルホルダーになってみる、これ早い軽いやつね、ご自身にとっての早いもの軽いものをどれかなっていうふうに考えていただいて、うん、そこから立ち上げる、うん、でちょっとでも成果が出たらアドバイザーっていうポジションになってみるとか、ここならさんっていうプラットフォームを使って市場価格を割ってしまうような返金保証付きでさらにやってみるとか、うん、とりあえず目の前の人と商談できるような関係性になるっていうのはすごく大事ですね、うんうん、はい、なんか北原さんがそんなに作って壊してるっていうのが最初の1ページ目で言ってた失敗なんて常やでっていうのがもうね、いやもうこれね今となってはですよ、はい、今となってはもう失敗もしのじもね、はい、ある程度のことは分かるようになってきたんですけど、はい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 、時間軸でね、いや北原さんね、北原さん本当にね4年で100店舗っていうのをね、はい、書かせてもらいました。だけどこれ厳密に言うと11年間の修行時代を経て、2年間のビジネスモデル構築期間を経て、残りの2年間で96店舗を出した独立してから4年で100店舗の僕の考え方なんですよ。11年間修行してんよ。11年間もうねうじ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 してんよ。ね、っていう背景、北原さんのやつをこう表面で見てたりするとその背景バックボーンみたいなのが分かんないので、はい、やっぱりこう時間かけたりいろんな失敗があってこういうのを構築できてるんだよ。そう、ね、本当にそう。じゃあ最近のね、うん、北原さんの話をね、北原孝彦の等身大の北原のねお話をさせていただくと、今年もね6回ぐらいセミナーやってるんですよ、はいはいはい、でやっとね前回のセミナー手応え感じた、60回目ですごい良かったですけど、60回もやっぱやってるんですね。やっとだよ、60回目でやってことや。俺なんか不器用なんよね、翔ちゃんがよ、翔、はいはい、ちゃんがね、あの今日ちょっといないけど、はい、ズームよりリアルの方がええでって言ってくれて、はい、よしリアルだっつって前々回リアルでやったんですよ、はいはいはい、でね70人ぐらい集まってくれて、そこで
あのこうやって一緒に勉強していかないっていう案内をして、うん、はい、コンテンツをね、はい、70人来て何人が買ってくれたと思います？しょうちゃんがリアルがいいって言ったから、はい、リアルでやって70人呼んで、はい、やってみたよ。僕はリアルなんで、なんかある程度ズームよりもいいね、いいよね、いいよね、いいよね、イメージがあるんで、はい、30% とかで考えて21人とか。いいとこ行った、いいとこ行きました。正解は、はい、1人70人中1人だけだった。ごめんなさい、30% 言い過ぎた。 30% ね、当たり高いよ、これじゃ当たり高いですね。だけどね、本当に今年1ダメだった。その後反省して1回スライド全部 また壊し直してさ、はいはい、スライド1から組んでさ、へここまでやってきた、ね、全部壊してもう1回やり直そうってやって、勇気いりますよね。いやもうね、めっちゃ大変だったよマジで。そしたらね、前回のセミナー、うん、30% 以上かかった。ええー、ありがとうございます。それでも 30% って思うかもしれないんですけど、はい、まず Zoom でやったんですよ、はいはいはい、Zoom でまず 30%、はい、そしてね、何の教育も入れてないんですよ、うんうんうん、もう YouTube とか Instagram からのいきなりそれ、うん、あ、なるほど。だから何のテキストもやってない、はい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 、要は自分の価値観を Instagram の投稿と YouTube でしか伝わっていない方々に3時間話聞いてもらったんですよ、はいはいはい、これね、まず3時間話聞いてもらうことがどれだけ大変か、うん、スタートからね、3時間後離脱した人3人だけだから、3人だけ、めちゃめちゃ本気で話した、すごい。そう、いやありがとうございます。やっとね、春が来たその時やっと、ね、でもめちゃめちゃいいですね、まあ、ね、でも本当そんだけやってきて今ですもんね、やっぱり試行錯誤。そうだからね、そう、何が言いたいかというとね、もうこれぐらいかかんよ、うんうん、ゼロからだったらプラットフォームを使ったり自分コンテンツとかスキルホルダーになったりとかして、市場の末端価格の3分の1とか2分の1の価格でここならず出してみたりとか SNS で募集してみたりだとか成果を出していくってことをやるってことまでの話したら無料でもいい、無料で今後の関係性が構築できるわけですよ。すごく価値があるじゃないですか。だからまず無料でもいいからつながるためのフックのアイテムとして使うっていう認識でいてください。でですよ、この01、この01が本当に初めての01になるまでに1年から3年ぐらい見ておいてください、うん、早い人で3ヶ月まで行きます、うん、早い人はね。だけどね、あの人も3ヶ月目で0が1になってすごい、俺には才能ないんじゃないかなんて思わなくていい、うん、あのね、やっぱね、世の中にね、たまにね、おかしい人いるんですよ、はいはい、なんでもう1日でインスタグラムのフォロワーが3000人伸びとんねんみたいな人がいるわけですよ僕はね、SNS とかそういったもう、はい、すぐに成果を出しちゃう人を決まってこう言ってるんです。赤い彗星のシャーシャーみたいなやつがね、はい、世の中にいるんよたまに、はい、でシャーはね目立ちます、はいはいはい、非常に目立ちますね。シャーは非常に目立ちます、はい、もうみんなはね、もうね、アムロレイの初めてこれ、ね、マニアックすぎるからアムロレイのもうだからそのね、中にはねシャーみたいなやつがいるんですよ、はいはい、でシャーと比較して勝手にショック受けるんよ。ゼロが1になるまでに、1年から3年ぐらいの時間軸見てほしいなって思ってます、はい、プラットフォームを使ったり SNS で発信したりとか、まあ、ここならさんですんげえ安い価格で出したりだとかしてゼロを1にしてみてください、うん、で次1を10にする段階、うん、中には5年ぐらいかかる人もいるかもしれない、時間がかかるかもしれない、でもここでやったことでもしその人のマインドブロックがバーン外れて毎日のようにバン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 できるようになったら、もし1年目で01達成したら、うん、もう1年と3ヶ月ぐらいで1が10になっちゃう人も全然いる、うん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 、でね、この10の中でそろそろ実績ついてきたし、お客様の声いただけるようになったし、うん、やれることが分かってきたから、そろそろ料金上げてみようかなっつって、やっと市場の適正価格に出せばいいわけです、うん、動画編集だったら01の段階っていうのはもう1000円でやる、うんうん、試させてください、やらせてください、ぜひやり取りさせてください、で01、01、01、01っていうのを10回ぐらいやって、うん、その中であ、こうやって納品すればいいんだ、こうやって連絡すればいいんだ、こうやってやり取りすればいいんだっていうことが分かったら、1から10がクリアする段階で市場価格にやっと合わせる、うんうん、この段階で1年から3ヶ月とか1年から半とか、もうすごい、もう究極の十字軍だったら5年ぐらいかかっちゃうかもしれない、はいはい、パソコンのこのね MacBook をこうブイーンって開けるのも嫌みたいな人はね、もうそれぐらいかかっちゃうかもしれない、うん、でも早ければ1年ぐらいでいくよ、うんうん、ここまでいったら、ここまでいったら今度何をするのかというと、うん、アップセルの商品を作る。アップセル、アップセルの商品です。編集で例えると
例えばその編集を使って YouTube のコンサルティングだったりとか、うんうんうん、編集から発生できるもっと何かとかっていう部分をアップセルで撮ればいいわけです。でこのアップセルが描けるようになってくると何が起きるかというと30万円とか、うんうん、20万円の商品っていうのが作れるようになってきます。そしたらもう5本売れば100万円です、はいはいはい、例えば今編集でって YouTube の方いきなり言いましたけど、はい、編集で技術身につけました、はい、編集でどうやって初期のお客さんを取ってきたのかっていう講座を作ってあげて、うんうん、お客さん通して、はい、で先生の近くでもっと直接学びたいです、じゃあ動画編集講座に関してはもう5000円で全然教えてるけど集客講座に関しては10万円でどう、うん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 、これ全然できますよね、そうです、自分がやってきたことだから、はい、でそしたらその10万円でどうって言ったら10人生と言ったらもうその月100万ですよ、うんうん、まあ、言えばそれぐらいちょっとこう単価が高いものでもいろんな人がこう集まってきたりとか、はい、並ぶ列が増えてきたり、はい、そうです、人によってはここで100万円ですよ、ね、うん、コンテンツによっては0が1になって010101って繰り返していくうちに、はい、初っ端の01で100いくことってまずないと思うんですけど、うん、011回目、012回目、013回目ぐらいで100万いっちゃう人もいるやっぱり、コンテンツによっては、はい、例えばダイエット講座を0円で始めましたみたいなね、ダイエットのコンサルティングを0円でやりました01ですって、あれなんかこのコンサル当たるぞ、うん、なんかみんな成果出るぞっていう風になってきたら、じゃあこの講座30万円ぐらいでやってみようかな、はい、6ヶ月間、6ヶ月30万ってどうです、6ヶ月で30万円10キロ減量、ちょっと高級ジムぐらいでですよね、はい、ありですよ、ありですね、っていう風になったら3人とちょっとに販売することができれば100万円ですよね、そうですね、はい、だからもう4人目ぐらいから適正価格につけてやり方分かってたらね、月収100いきます、はい、月収100いきますよね、はい、だからこの段階、場合によってはこの段階、うんうん、で、この100万円っていうのは全然いっちゃう、うん、早かったらもちろん3ヶ月半年とかの人もいますけど、はい、全然この1年2年あればいける範囲、うん、いけると思う、本当に、うん、あの不器用だったら3年ぐらいかな、うん、3年から5年、これは常にから YouTube っていろんな人が見るから、うん、かなり余裕を持って書いてある、そうです、でもね、本当に不器用な人でも、まあ、この1から10、3年ぐらいでいけるんじゃないかなと思ってる、うん、でこの10から100っていうのはさらにその上100万以上を目指すってなった時に、うん、まあ、10から100っていうのがね、出てくるんですけど、まあ2年から10年ぐらい、人によっては10年ぐらいですね、はい、ただ10年あれば0からでも僕売上1億って作れると思ってるんで、はい、それぐらいの時間軸でやらせていただいております、はい、はい、でですね、最後になりますけど、先ほどね、はい、お話ししましたが、今回の動画100万円ということだったので、100万円だったら0110で十分到達するよというお話でした、うん、今日のね、お話何回もヘビロテしてください、はい、まずやってみよう、とりあえず行動だけが唯一人生を変えられるわけですよ、うん、だからね、ごちゃごちゃ考えずにまず行動するを大事にしながらね、うん、このフレームワークを入れていただいて、今あなたがどれだったらできるのか、何だったら価値提供できるのか、どこのプラットフォームを使えば、どこの SNS を使えば、はたまたメルカリかみたいなところからガン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 やってっていただきたいなと思いますので、ぜひ今回の動画参考にしてみてください。今回なんですけども、はい、今はまあ YouTube で他の人がこう上げてる動画とかで、はい、しくじり先生っていうのがあるじゃないですか。しくじり先生ありますね。はい。なんかまあこう芸能人の方とか、それこそビジネスやってる方が、はい、今までまあこういう失敗をして俺みたいになるなよっていうのでやってるんですけど、はい、北原さんって過去失敗あったのかなと思いつつ、ただ北原さんの話聞いてたら、今までこう赤字でこけた事業とかほとんどというかもうゼロぐらいになってるんで、あんま失敗とかないんかなと思いながら、ただもしその中に失敗があるなら聞いてみたいな。いやー、これね、考え方にもよるんだけど、はい、苦労はめっちゃしてるで、本当にこれね、裏切られた数だけ強くなるんよ。まあ裏切るっていう言い方がそもそも正しいかわかんないんですよ、はいはいはい、エラーが出て結果的に裏切らせてしまった、うん、俺の立ち回りも良くなかったな、極論言うと全部俺がいけないけど、成長の過程だと思ってるので、うん、失敗とはあえては言ってない、はい、でも半端ないぐらい苦労はしてる。僕もまあここまでテーマにして具体的に、はい、
いたことはなかったので、まあ、ちょっとネガティブな思考があってこその北原さんのビジネスの構築とか事業の構築も出来上がってるのかなと思うので、はい、じゃあ行っちゃっていいですか。禁じちゃってください。今日そんな気持ちで禁じれないよ今日は。OK、 じゃあちょっとこれ話すね。はい、お願いします。何を見てもらいたいかっていうと、苦労してないとかワンチャン当たりまくってるみたいに見れるかもしれないんですけど、僕当たってんじゃなくて当てにいってるんですよ。当たりにいってる分、その分外れもちゃんと引いてるんですよね。でその外れってのを小さくしながら、心のかさぶたを分厚くしながらやってるだけなんで、今日過去のね失敗をお話ししながら、みんなも大丈夫だよっていうような包み込む動画になればみんなにとってのズボラチャンスがあるんじゃないかなって思いますので、ちょっと行ってきます。はい、お願いします。ちょっと原理原則、人の心理の部分で僕が27の時に気づけてよかったなっていう部分ですね。はいはい。人は変わらないってこと、これを受け止めるまでにすごく時間がかかった、自分も含めて、はい、これはね、人はってのは自分も含めてよ、うん、で周りにいる人も含めてよ、これね、変わらんっていうふうにちゃんと思うっていうのがすごく大事。言えば無理に頑張ろうとか、頑張ってこれからこういうことやりますっていうのが、はい、人となりとして難しかったらできんよねっていう、まあまあ極論言うとそうなんですけど、相手もそうだしこっちもそうなんだけど、じゃあまず相手の他責の方の考え方で言うと、コロさんは、うん、いやコロさんみたいになりたいですって思った時に、目の前の人を変えてやろうって考えて接します。どんな感じで接します。僕ですか。はい、会社、じゃあ従業員が来ました、はい、その人を教育して変えてやろう、マインドセットからしてどん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 成長させてあげよう、変えてあげようって思って接するタイプですか。僕の場合は人それぞれっていう考え方めちゃめちゃあるんですよ、はいはいはい、なんで俺になると多分しんどいから、なんか自分のやりたい強み伸ばした方がいいよみたいな思っちゃう。いい先生だね。でもね、これね、コロさんっていうナンバー2の優秀なサポーター役だからそういう性格になれるので、ね、はい、俺が、まあ、なんでこれをいきなり上げたかっていうとね、はい、皆さんもね同じ失敗してほしくないんですけど、うん、あのね、いや自分変わりたいっすとかっていう人ってね、周りにいっぱい現れるんですよ、うん、いやでもそれ言ってるだけで変わる気ないんですよ。なんなら自分にとって都合がいいように変わりたいって言ってることをちゃんと理解しなきゃだめ、はい、あなたにとって都合がいいように変わりたいんじゃなくて、その変わりたいっすっていうふうに言ってる自分にとって都合がいいように変わりたいって言ってるだけなんで、うん、なんなら僕がね、じゃあどんなふうに苦労したかっていうと、いや美容師になって食っていけるようになりたいっす、トップスタイリストになりたいっすっていうふうに言ってトップスタイリストの教育するじゃないですか、みんなやめてくるんですよ。いや、お前がなりたいって言ってるから、はい、俺自分の休み削って、なんなら早く帰る時間削って、お前の練習ずっと見てってやってんのに、なんでいきなり目を上げ始めてるの？トップスタイリストになりたいんでしょって言ったら、いや、ちょっと甘く見てましたわって言うんですよ。だからこのね、人はこちらの都合通りには変わらないってことです。うんうんうん、まずここ。これをね、受け止めることによって、離職減るんですよ。いや、変えようとしちゃうから、出ていっちゃうというか。そう。で、これ離職って言うと、いや、そんな離職って言っても、うち社員いないし、フリーだしって言っても、取引先も同じ考え方です。なんなら家族もそう。自分にとって都合がいいように変えようとする人ってね、やっぱ生きづらいですね。生きづらくなってくるんですね。だから相手は変わらないって思い込んだ方が、家族構築も、家族にとって構築って言っちゃいけないかもしれないけど、もうね親父は変わらないわけっすよ、はいはい、もうで、なんなら母ちゃんも変わんないんですよ、はいはいはい、で兄弟も変わらないんですよ。じゃあ変わるのって何なのかって言ったら、自分が変わるしかないんですよね。はい、相手に合わせて自分が苦労しない思考に変える、距離感に変えるってことを理解すると、家族だろうが仕事だろうが取引先だろうがクライアントさんだろうが、うまく関係性が付き合えられるようになる。相手をこっち都合に変えるっていうような考え方ってのは持たないっていうのがすごく大事。変わったらいいなっていうような考え方であって、変えようとしない、これがめちゃめちゃ大事。これがね、入らない20代はとにかくしんどかった。人を追っかけるわけですよ、うん、で個人面談とかってやるわけですよ、うん、俺はこういう考えたいんだけどって、個人面談やればやるほどわがまま言い放題みたいになってくるんですよ、うん、個人だから言いたいこと全部言ってくれなって、俺は全部受け止めるよって、で一緒に変わってこうなみたいなことを言うんですけど、言いたいこと言ってくれなっていうふうなことを言っちゃったから、パンドラの箱解放みたいな感じになって、うん、もう言いたいこと全部言って、こっちがパンクするぐらい言っちゃうんですよね、はいはい、それを個人面談全員に言いたいことを言わせると、会社って崩壊するんですよ。なるほどですね。組織する上でもういろんな方向が出てきちゃうっていう。そう、組織もそうだし家族もそうだし、うん、なんなら言いたいことを気遣って言えないくらいの方が、俺はなんかお互いの距離感がちょうどいい感じになるんじゃないのかなって思ってますね、うん、なるほど。言いたいことを言い合っても
付き合っていける関係性って一生に何人いる？だってさ、はい、今の世の中よ、ちょっと分かんないけどさ、みんなの前で愛を誓い合っても1年後には別れてる時代だよ。確かにそうですね、うん、言いたいことを言い合っても残っていける関係性なんてほとんどないよ。まあ、その数は多くないですし、仮にもビジネスとして会った人に対してその確率っていうとめちゃくちゃ少ない。少ない少ない。だから人は自分にとって都合がいいように変わらんってことですね。逆にこれはまあ今多席というか他の人では例なんですけど、自分で言ったらどういう、もう自分も期待通りの人間には変わらんってことです ね。俺はもっとやれるはずなのにとか、うんうん、俺はもっとって思うじゃないですか、うん、やれてたらやってるよねっていう、うんうん、漫画の読みすぎなんですよみんな。いきなりスイッチ入れてすぐ成果出るとか、いきなりスイッチ入れて明日からもういきなり改善できるとかってそういうもんじゃないんですよ、うん。本当に習慣化するためにはもうね、1年とか2年とか3年ぐらいかけないとやっぱ習慣にはならない、うん、自分をごまかしながらやっていく期間っていうのをちゃんと受け入れないとダメだよね、うんうん、だから完璧にやる、明日からパンでスイッチを入れて変えようなんていうのはそもそも無理っすね。なるほどですね。そこをちょっと期待しすぎるとまた明日になってできなくて、できなくなってっていう。だから導入はゆっくりでもいいんじゃないのかなと、うん、これをねいきなり変えようとすると何が起きるかっていうと、現実と心が乖離しだして心が病むよね。俺それで一回円形できたからね、リアルに500円玉ぐらいの円形がちょっとできちゃったから、自分ってこういうところが苦手なんだなっていうところをちゃんと受け止める経験がないと、体に症状としてトラブルとして出る人間っていうのがいるから、それ出始めるとねもうそこと向き合うの長い人生付き合っていかなきゃいけないんですよ。それだからそう並んでほしいなって思いますね。なんかちょっとここで一個質問なんですけど、はい、まあでも自分を変えたいっていう人いっぱいいたりすると思うんですよ、はいはい、で自分を変えるためには環境を変えるっていうのがあると思うんですけど、はい、この環境を変えるってちょっとまあ今のお話聞いてたら、環境を変えたことによって自分のその心との乖離が生まれてしんどくなって、うん、結局その環境から離れるみたいなことがあったりするんですけど、この環境を変える手法ってどう思うんですか？全然ありだと思う、はいはいはい、だけど徐々にねってこと。例えば環境を変える、いやーちょっと僕ね女性が苦手だし自分から話しかけるっていうのが苦手なんで、今の仕事を全部投げ出して営業職に飛び込みますわっていう北原が言い出したら、コロさんなんて言います？一旦まだ早いじゃないですか、やめとけって言うじゃないですか。もうそれだから、いきなりこっちだった人間が帰れない状態にいきなり振りすぎるなってこと、うんうんうん、環境を変えるのは全然賛成、うん、だけどいつでも戻れるよっていうような状態でこっちも少し片足突っ込んでみようかな。このね片足突っ込むっていうのはね、結構昔ながらの考え方だと、お前二足のわらじ履いてんなっていうようなおやっさんたちがいらっしゃるわけですよ。これね俺めっちゃ言われたの、はい、二足のわらじ履くなって。僕が27歳ぐらいの時って副業をやってるっていうだけで叩かれたから、うん、今って副業は当たり前でしょ、はいはい、でもちょっと前、本当に10年前って副業やってるっていう、お前二足のわらじ履いてんなって言われる時代だったんよ。そうです。コロさんこれ分かる？なんとなくその副業っていうのがなんか怪しいものだったりとか、うん、なんかそういう風なイメージを受けてるのはなんとなく、あと副業っていうだけでお前本業本気じゃねえんだって言われるんです。でも今って副業が推奨されてるんですよ、うん、何が言いたいかというと、今の時代は副業 OK、 なんなら副業をやって次の世界可能性を模索しなさい、片足突っ込みなさいよって言われてる時代じゃないですか、うん、だからそれをね徐々に徐々に片足突っ込むところから、そういう自分の可能性ズボラチャンスを発掘していくっていうのは一つじゃないかなっては思いますね。なるほど、はい、結構この人は変わらんは言葉だけで言ったらなんかああでもですけど、深みはすごいです。そうですね。なので人は変わらん、他人も自分も、まあ、これを北原さんは、まあ、20代の頃に変えようとしてやっぱり変わらんなってなって、うん、なんかこの踏ん切りがついたタイミングってなんかエピソードとかわかりました？いや、あの大量離職をして辞めなかった子たちって、はいはい、結局いい具合のバランスで働いた、変わることを拒みながらも僕との接点をうまい具合に距離感空けてくれた子たちが残ってただけなんです。へー。結局何もやらん方が残ってたっていうふうに思ったんですよ、はいはいはい、なるほどですね。自分が関わったメンバーは抜けていくけど、そうある程度距離あったメンバーは残ってたんだ。そう、いい具合に会社を使ってた人たち。だからね、そのね、会社を使うっていうのもね、20代の頃には信じられんかったんですよ、うんうんうん、会社に働くんだったら骨うずめる気で働けみたいな店長だったからちょっとね、やっぱね、今とは真逆の考え方だよ。なるほど。でもやっぱ辞めてった人たちを見て残った人たちを見た時に絶望したのを覚えてる。まず現実に絶望するっていうのがあると、なんかどっかのタイミングでしがみついていたものから手が離せるようになってくるから、うん、
その手を離した後、北浦さんは人は変わらないっていうことを受け入れた上で、それも事業の構築の一個の要素になってる。そう、現実を見るようになった上で、人を変えなくても組織として作れるような設計の考え方なんですよ。だから原理原則の部分で、はいはいはい、変わらんと人は。ここから派生して、まあ事業構築にも役立ってる部分はあるんですけど、なんか自分がこの経験したことでこういう構築の考え方が生まれたとか、はい、なんかそういうのと変わったりします。全然あります。僕が、4年で100店舗展開した美容室、これは離職率が低いことが一つの売りとなってるんですよね、うんうん、なぜ離職率が低いのか、これは目の前のスタッフを変えようとしなくて、前の職場じゃ働けなくなった子たちがうちに来てくれた時に、あなたのままでいいんだよっていう包み込む環境を作って、変えようとしなくて、かつそのあなたのままでいいんだよがお客様に受け入れていただけるような子だけを採用して、本当に変えようとしないで、お客さんがつく、売り上げがつく、今までの働いた中で一番のお給料になるっていう子が出る子だけを面接で通してたんですよ、うんうん、そうするとね、本当に誰も辞めない。要は変えようとしてないし、そう、逆に言ったら変えないといけないぐらいの人はもうあえて入れない。そう、変えなきゃいけないような人っていうのはあえて距離を置く、通さないっていうような考え方がやっぱり一番コストもかかんないし、はいはいはい、こっちも疲弊しないよね。わ、なんかここはすごい事業構築の結構根源となってる。いや、俺にとっては根源になってるね。なるほどですね、まあ、こういう経験があって今にすごいつながってる部分があるんだなと思います。あとこっからですね、美容室を広げていって、はいはい、例えば今起業家さんとか、はい、なんかそういう人と関わるのもそうだとは思うんですけど、なんかそういう人たちに共通して失敗談じゃないですけど、なんかこう思ってたけどこうじゃなかったみたいなのがあったりします。これちょっと一つの事例をちょっと話すね。はい、これどこから話そうかな。でもね、すごい大事な部分だから、やっぱこれみんなに聞いてほしいんだけど、これは僕も過去に失敗したことがあるし、うん、これから副業しよう、起業しよう、会社を作っていこうっていう人っていうのは、みんながやる失敗。それは何なのかっていうと、ちょっと一言では表せないんで、はいはいはい、ちょっと事例をお話しするね、はい。副業で成果を出そうっていうふうになると、うん、何が起きてくるかっていうと、声を上げるようになってくるよね。うんうん、で、その声が大きい人かつ刺さる人の方が目立つようになると思いませんか？はいはい、コロさんがスタートアップ、要は副業で何なら起業して成果を出して、あの人目立ってるなっていう人たちってどういう印象がありますか？なんかきついこと言ってる。はい、そうなんよ。きついこと言うは、相手を傷つけるっていうよりも、うん、まあ、イメージとしては刺さることを言うっていうような感じなんですよね、うんうんうん、確かにきついことを言うっていうふうにやっていくとパンカーを切るんですよ。お前よく言ってくれたとか、はいはいはい、俺たちが言いたかったことはそうなんだとか、はい、あんな人の考え方に憧れるわって、うんうん、いう風になってファン化が起きていくわけですよね、うんうん、その人の世界観に憧れてくるわけですよ、うん、でこれってのは起業した時に力をつけたりとか自信をつけた経営者になればなるほど、これってどんどん加速するんですよ、はいはい、だから翔さんも俺も言い切るじゃないですか、はいはい、でこれやるとね、確かにファン化が起きて、お客さんが増えて、フォロワーさんが増えて、なんなら売り上げも増える可能性がめちゃめちゃ高いんですよ。加速するんですよ、成果が出るんですよ、うん、ただね、この状態で組織を作っちゃうと何が起きるかというと、みんな離職してるんですよ、きつすぎて。だから油が乗りまくった状態のところに、マネージャーさんとか秘書さんとかサポーター付き人がついた時にボロクソ言われてるんよね。そうするとついてけれないって言って、その人のワンマン経営者になりすぎちゃって、ここがさせるようになって、それがフロントでパフォーマンスだけじゃなくて本当に骨の髄まで染み込んでくると、何が起きるかというと、言っていい言葉と言っちゃいけない言葉の差別化っていうのが分かんなくなるんだよ。 SNS に向けて発信する言葉をそのまま身内にもかけるようになってるじゃん。そうすると、いや、あの人ちょっときつすぎてついてけれないってなっちゃう、うんうん、これが起きてる経営者さんがめちゃめちゃ多くて、でね、これをね戻すとするじゃん。そうすると何が起きるかというと、今度フロントが目立たなくなるから売れなくなる。はいはいはい、だから人を入れて、うん、その人に対しての立ち振る舞いってのを、うん、本当に骨の髄まで入れて、その人たちが残るような形にしてしまうと、うんうん、何が起きるかっていうと、フロントでの発言が今度尖らせられなくて、うん、自分がどっちの人間だったか分かんなくなるんですよ。だから自分が本当にマスコットキャラクターみたいになってきて、うんうん、あれ、本当の俺ってどれなんだっけっていう風に、はいはいはい、俺も一時期なった、分からんって、はいはい、本当の俺がって、うんうんうん、
瞑想するんよ。これはね、結構みんな情報発信したりとか、みんなの前で喋るようになってくると、北原さんってどっちが本当の顔なんですかみたいな状態になってきます、で自分もわからんくなる、要はここのじゃあ切り分けのためにこう北原さんがやってることとか、はい、いいご質問です、はい、ちゃん。これズボラポイントです。ズボラポイントですか、はいはい、それをね改善するのがもう皆さん大好きな仕組みですよ。要はそのフロントの発言とか組織側の自分っていうのがそこに自分が立たなくてもいなくても成り立つような仕組みを作った時に本当の自分に回れるわけですよ、これね考え方として全ての事業っていうのは副業から始まるんですよね、でこの副業がある程度再現性出たり当たってくると起業しようってなるわけですよね、起業してそこからちゃんとした事業にしていくわけですよ、今度このタイミングで注意が必要なのは事業にしてお客さん並びますよ、お客さんが行列をなしてくると今度事業に殺されるようになるんですよ、お客さんに殺されるようになるんですよ、自分が疲弊して、じゃあこの事業にお客さんが並んでくださって疲弊してきてキャッシュが上がってんだけど心が疲れたわっていう風になる前に業務のテンプレ化をして社員を入れていかなきゃいけないんですよ、で社員を入れていくと今度社員を入れた段階で初めて経営者になるんですよ、で今度この経営者になると何が起きるかというと社員が増えてくるじゃないですか、今度社員に殺されるようになるんですよ、心が死んでくんですよ、その要は本当の自分が分からんくなってくる、お客さんに対しても本当の自分が分からんくなって、社員に対しても本当の自分が分からんくなって、その社員と会っててもちょっと疲れるし、お客さんと会っててもちょっと疲れるし、家族に帰ってもちょっと疲れるってなると、もう本当の自分の満足って何なのかっていう風な世界になるんですよ、でこの経営者の仕組みを作ることによって社員管理がいらないっていうような状態になると、今度何が起きるかというと事業からの解放っていうフェーズに入るんですよ、要はねこの経営者っていうのはまだ事業に対して拘束されてる状態なんですよ、事業や社員に対して拘束されていて、この経営者の次のフェーズ、要は社員も仕組みで成り立つようになってくると投資家っていうフェーズになるんですよ、必ず副業をして副業で成果が上がってきたことで起業して、起業したことをちゃんと事業として取り組んで、お客さんが並んできた段階でお客さんに殺される前に社員を入れて経営者になるんですよ、で事業としての仕組み、経営者としての仕組みを作った段階でその仕組みで回るようにならないと、今度ここの段階になると社員に殺されるようになるんですよ、社員管理で疲弊するようになるんですよ、だからそういう風にならないように仕組みを作るわけですね、この段階、事業化の段階でも社員を迎え入れられるようにするために業務のテンプレ化と業務の仕組み化をしないと社員って入れられないんですよ、その業務のテンプレ化、業務の仕組み化を入れて社員を入れて経営者になって、社員が増えていったら社員のマネージメントができるような仕組みを作っとかないと今度社員に殺されるようになるんですよ、だからその全てが仕組み化になると今度事業そのものに対してあなたがいらないってなって投資家っていうポジションになるんですよ、ここまでいくと事業からの解放っていうフェーズがあるんですよ、でみんなここまで行ってほしいなと思う、事業から解放、だから僕美容室100店舗以上作って174店舗になってるんですけど、174店舗に使っている1ヶ月の時間って多分ね3分ぐらいですね、管理をするメンバーっていうのをもう育ててしまってそこに当ててるから、そのとこから月報を今回はこんな感じで確認してきますっていう報告だけもらってええよっていうだけ、事業からの解放が起きてる、これがね、描けなかったから、まあ、事業って結局でかくしてっても死ぬし、小さい状態でも死ぬし、どっちでも死ぬんだっていうふうに思ってたところから、そもそも事業からの解放っていうフェーズを作らないと、どっちにしろ苦しい状態ですやんっていうのは思ってたんですよ、この事業の解放っていうのに出会うまで、もう先が見えんかった、お客さん増やしてってしんどくなって、社員を増やしてって今度社員にしんどくなって、で社員が増えてったら今度事業そのものがしんどくなって、でもその先にやっと事業の解放っていうのが必要なんだ、その概念が必要なんだって、そこにたどり着いてから今のポジションになった、だから僕は今は投資家でもあり連続起業家にもなってる、なるほどですね、これだけです、なんか北原さんの過去を問いながら、どっちかといったらこう失敗じゃないですけど、経験してきたことに沿ってなんかちょっとイメージを聞けたので、めちゃくちゃちょっと面白かったなと思います、ありがとうございます、基本的に僕ね今殺されるっていうふうに言いましたけど、現実的には
殺されないわけですよ、うん、だからねこの言葉のね角度だけ気をつけていただきたいのかなとは思うんですけど、要は管理とか目をかけなきゃいけない人たちが増えれば増えるほどそこに対して見続けなきゃいけない人生になるんですよ、うん、だから自分の本当に守りたいべきものっていうのはもちろん社員とかお客様も守りたいんですけど、それを支えてくれている家族があるわけじゃないですか。本来だったら家族に時間をかけたい人生じゃないですか。だけどここを発展させればさせるほどこっちに人生軸がいっちゃうんですよ、はいはいはい、結果としてここがどっかのタイミングで離れていくかもしれないんですよね。だから早い段階で必要なフェーズまで行ってこっちに戻ってこれるようにするっていうのが今回の話。これ神回じゃないですか。めちゃくちゃ聞いてて面白かったです、ね、だってコロさん今授業に殺されてるよね。そうなんですよ。まあでもいろんなちょっと状況の方が見てくれるかなと思うので、いろんな意見をコメント欄でまたもらえたら面白いですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。神動画終了になります。いかがでしたでしょうか。今回ねこのようにご好評いただいた動画をねまとめさせていただきましたけど、この動画をねご案内させてもらってからまた日々毎日のようにね投稿させてもらってるので、定期的にねこういったまとめ動画っていうのは出していきたいと思います。ぜひねヘビロテしていただいて、次の神動画が出てくるまでに今回の動画でねまとめさせていただいたものっていうのはぜひ落とし込んでみていただけるといいんじゃないかなと思ってますので、一緒にね成長していきましょう。あと概要欄の方にですね北原貴彦公式 LINE をご案内させてもらってます。よかったら友達になってやってください。僕自身のね取り組み毎日必ず何かやってますので、そのね挑戦を目で見に来ていただける日はぜひね来てもらえるといいんじゃないかなと思いますので、よかったら1回ぐらいね会いに来てやってください。あとチャンネル登録の方と高評価の方ぜひぜひよろしくお願いします。今回のねこの神動画まとめも学べたこと、やろうと思ったこと、何かきっかけになったことがあったらねぜひコメント欄にね誤字脱字気にしなくていいので、どん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 アウトプットしてみてやってください。そしてね皆さんがね少しでも見てくれたリスナーさんが少しでも動くようなきっかけになったりだとか、人生変わるようなきっかけになれたら、このね動画をね撮ってるっていう僕にとっても意味が生まれてくるので、ぜひね行動して人生にとってプラスになるようなチャンネルにねなれると非常に嬉しく思います。一緒に勉強していきましょう。ということで今回もありがとうございました。またよろしく。